お願いします。お願いします。入ってますか？うん。どうですか？お変わりないですか？あ、お変わりはないですね。お変わりないですか？特に何か仕事のロールも変わってるわけでもないし、個人的になんか変わったわけでもないですね。どうですか？お変わりないですか？僕も特にね、仕事とかの内容は大きく変わってないですけど、まあ、身の回りの生活もそんなに大きくは変わってないですが、まあでもなんかいろんなことをやってますよ。何やってるんですかね。最近ですか？あれ、ショーノート、あ、そっか、あっちのスラックにあったのか。ああ、はい、スラックに入ってます。最近は書いたんですけど、DIY にハマってるんですよ。ああ、そうなんですか。なんか一回 DIY 的なのやめたみたいなことを言ってましたね。なんか一時期、まあ、やってなかったんだけど、なんか、道具とか、やっぱもう結構持ってて、なんかもったいないなと思って、せっかくだから生活に役立つものとか作ろうかなと思って、やり始めたら結構楽しくなっちゃって、いろいろ作ってるっていう感じで。まあ基本的には電子工作と木材加工して、なんか家具とか作ってるんですけど。ああ、普通の数ですか。1x4 とか 2x4 ってわかる？1x4、2x4。なんか SPF 材って言ってなんかいわゆるああ、わかります、SPF。木材のなんかこう、仕様として、採寸が決まってるもう素材があって、それが結構安く売られてるんですよ。例えば、まあ、僕がよく行くのは島忠ホームってとこなんですけど、あとは、まあそういうの売ってるとこあるじゃないですか。行くと木売ってるんで、それで安いの買ってきて、で、それをなんか切って、あとは、釘とネジで、つなぎ合わせてなんかいろいろ作るっていうの。やってて。基本的には、箱とか椅子なんですけど、まあ木材自体はそんなに高くないんで、木材買ってきて、ちょろってやるのをほぼ毎週やってますね、今。偉いですね。偉いというか、面白いですね。なんかやっぱり、エンジニア気質だからかどうかわかんないけど、まあ作るの楽しいんですよね。作ってなんか物ができるのが楽しくて、ソフトウェアとなんか同じような感じを僕は思ってて。まあソフトウェアもなんか作って動かすじゃないですか。そうですね。DIY も結構同じような感じで、実際に物があって、それを作って、で、しかも使うっていう、ルーチンみたいなのがあるんで、結構アウトプットがこうしっかりしてるのがあるんで、達成感がすごいあるかなと。ありますね。なんかこう、ものだと、やっぱリードタイムが長いじゃないですか。なんかこう、なんですかね。僕も去年とか、すごい、展示台みたいなのをよく作ってたんですよね。何か展示するときに、台になる部分を作った、電子工作の展示台よく作ってたんですけど、なんかこう、僕は東急ハンズで、板材を買って、なんか図面書いて、形を、書いた形をもらうみたいなのをよくやってたんですけど、なんか塗装すると、塗装した分だけ大きくなっちゃうので、思ったようにはまらないとか、結構あったりして、なんかこう、また買いに行き直すみたいなのを繰り返していて、なんかこう、やっぱ、リードタイムが長いので、なんかこう、ちゃんと考えて作らないといけない部分があって、面白いなっていう、そういう気持ちありましたね。自分の場合はあれなんですよね。家のすぐ近くに、その島忠ホームズがあるんで、そういった意味ですごい便利なんですよ。だから、例えばさっきみたいに木材が足りないとかになったら、すぐ買いに行けるんですよ。そうですね。で、加工も自分でやってるんですよ加工ね。全部自分でやってます。だそうから、ですね。そう、確かに、始めた頃の方は切るの大変だったんで、全部切ってもらってたんですよ。で、こう、島忠もこうなんか、キーを一本持ってって、例えばこれ半分にしてくださいとか、4分の1してくださいっていうのをなんか書くと、電動のやつでイーって切ってくれて、で、それで、まとめてくれて、お会計するだけって感じだったんで楽なんですけど、やっぱりなんか、なんだかんだ切るのだけでお金かかるじゃないですか。すごいかかりますよね。で、しかも一回だけならまあいいですけど、例えば細かく、椅子作ったり机作ったりすると結構パーツ増えるじゃないですか。
だからそれだけで結構バカにならないぐらいの金かかっちゃったんで、だそれ考えると自分で来た方がいいかなと思って、ノコギリ一本買って、今はノコギリで切るっていうのをやってますね。複雑な形とか糸の子とかでやってんの？うん、ああ、すごいですね。よく綺麗にできますね。いや、でもやっぱり、曲がりますよ。うん、曲がる。絶対に曲がっちゃう。まあ、自殺を思うしかないですね。だから、まあ、本当に短い距離だったら大丈夫なんですけど、ちょっと厚みのある木とかになっちゃうと、一回こう、スタートをつって、初めの方ずっと頑張ってやってると疲れるじゃないですか。はい、そうすると休憩しちゃうんですよ。で、もう一回そこで徘徊すると、だいたいそこから曲がり始める。で、やっぱ始めたら、もうずっとこう集中してやんないと曲がっちゃうかなと。うん、まあ、なんかちゃんとこう、例えば木が四角だったら、木の四角の面すべてにこう切る線を描く。ちゃんと。あ、はいはいはい、自分が見えるとこだけじゃなくて。側面と。そうです。はい。で、例えば切ってて、半分ぐらいまでいったらひっくり返して、今度は逆サイドから切る。っていうのをちゃんとやって、本当にその自分が描いた線を正しく描く、かつその線通りに切る。っていうのをやらないと、多分人手でやってまっすぐ切るのはすごい難しい気が。うん、難しいですよね。うん、いや、確かになんかプログラムとかと似てる部分あるのかなと思いますよね。なんかこうやっぱ発注とかしてると、直すのがすぐにできないとか、なんかよく計画して作らなきゃいけないみたいなのとかがあるので、自分でこう、何事も調整できた方が楽な部分があったりとかもするなとか。無理やりプログラムにつなげるわけじゃないですけど、まあ、なっきとか、がこう斜めになっちゃったりしたときは無理やりこうその後にヤスリかけるんですけど、はい、ヤスリで平らに無理やりしちゃう、はい、でもそうするとやっぱり元々書いてあった線の長さと変わってきちゃう変わってきちゃう、ね、うん、からやっぱそれも気をつけないと例えば足横よっと作ってみたら全部長さ違ってて、はい、ガタガタになっちゃってとかっていうのはよくありますよ。うん、DIY その最近やってて楽しいのは楽しいんですけどDIY って、なんだろう、イメージとして、結構こう、安く済む。ああ。安価に済むみたいなのを言われていると思うんですよ。例えば、その、家具屋に行って、まあ、家具を買いますと。机と椅子を買いますっていうよりかは、自分で木を買ってきて、自分でその、設計して組み立ててっていう方が安くなる。っていう風に言われてると自分は思ってるんですよ。はいはい。節約みたいな。そうですね。でも実際やってみると、全然そんなことはなくて、結構お金かかる。うん。そのと。さっきも言ったんですけど、その切るお金とかもかかるし、その木木材自体の値段も結構切って、さっき言った SPF 材以外にもいろんな木がやっぱあって、例えばいいものを作ろうとしたら、まあいいものっていうか、なんか丈夫なのを作ろうとしたら、丈夫な木買わなきゃいけなくなって、そうすると割と高い木になっちゃって、実は、で、しかも道具も買うみたいな話が出てくるんで、はい、そうなると意外と作ってみたら、普通に買った方が安かったみたいなのがまあ、あるかなと思うんですよ。うん、でも、DIY のいいところって、お金以外、まあ、コストの部分以外だとすると、その自分の好きなサイズで作れる。それですよね。うん、そうですね。ぴったり、例えばその、壁にこう、沿って作りたいときに、まあ、例えば、市販の家具とかだとちょっとはみ出ちゃうけど、はい、自分で一から作れば本当にぴったりのものが作れる。はい。っていうのがやっぱり一番のメリットかなと思っていて、まあ正直それを、ぴったり作れなくてもいいやみたいな。あとなんか色とか統一したくないとか。統一しなくてもいいみたいな、うん、人だったら正直あんまり DIY はメリットないかなって気が。そうですね、うん、大変なわけ。形のもの作りたいとかそういうのないとあんま意味ないですよ、うん、結構なんかその展示会とか メディア芸術祭とかあるじゃないですか、うん、ああいうのとかで出してるのとか見ると大体みんな自分で台作ってるんですね。まあ台の高さとか形とかにも意図があるから作ってるんですよ。なんかやっぱそういうの
普通の机の上に乗せられてるのと見比べると、やっぱ全然見栄えが変わってくるので、やっぱなんかそういう意味で、まあ何ですかね、別にコストを安くするんじゃなくて、この見た目とか、機能性とかで、その調整ができるから作るっていうのはあるっていうのはやっぱそうだなと思います。うん、僕の場合は、ま、自分でこう切るって言ったじゃないですか。はい、余った木材一応取っとくんですよ。あ、取って、あ、ありますね。余った木材の再利用って意味だと一応コストの面も、まあ、抑えられちゃ抑えられるんですけど、大体、初め買ってきた木を作りたいもののサイズに切るじゃないですか。はい、だから一番初めに作るものはちゃんと自分が作りたいサイズにできるんですけど、やっぱ余ったやつで作ろうとすると、長さ足りないとか、大体なるんで、まあ余った木で作るのはなんかおもちゃとか、あんまりこうサイズ関係ないやつとか、を作るようにはしてて、うん、そういうのだったらまあ基本的には0円。まあ、0円っていうのはまあ。見つかってるから、みたいなもの。僕もでも、取ってたんですけど、結局使わなくて。忘れちゃったっけ？そうですね。忘れなきゃいけなくて、めっちゃ大きいゴミ袋買わなきゃいけなくて、すごいコストかかりましたけど、廃棄コストが結構あるなと。木材は燃えるゴミじゃダメなのか。あ、燃えないですね。なんか、まあ、それこそ自治体によって違うんだと思いますけど、大きいままだと。あと、まあ、なんですよね、木材だけじゃなかったので、アクリル板とか結構あったので、その辺捨てるのも。じゃあ普通に粗大ゴミとか、そういう感じで捨てないとダメな可能性も出てきちゃうって感じですよね。ああ、そうですね。サイズによっては出てきちゃいます。そっか。DIY は自分でやってて、木材だけなんで、捨てるの楽だなと思ってたんですよ。はい、でも燃えるといけるんじゃないですかね、木なんで。いらないときは、一回解体して、はい、で細かく切って、で捨てれば燃えるゴミなのかなと思ってた。ああ、それはそうだと思います。まあ、組み立てしたまんまで出しちゃうと、やっぱ粗大ゴミとかになっちゃうって感じか。そう、まあそうですね。まあ解体しても大きさが大きかったら粗大ゴミだと。ああ天板がすごい大きいとか。そうですね。それも切ればいいんでしょうか。それも切れば。楽しいですよね。うん、毎週だいたいこう、やってるって言ったじゃないですか。はい。だからどん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 増えていくんですよ。作ったものが。はいはい。で最近は、初めやっぱ家具中心だったんですけど、最近は子供のおもちゃもなんか作るようになって。はい。で、一緒にこう、まあ、子供のおもちゃ作ってる時じゃなくてもそうなんですけど、だいたい子供といるときにこう一緒にやるんで、子供もすごいやりたがるんですよ。ああ、なるほど。はい。DIY の方をやりたがる。そうです。そうですよね。大人がやってる、こう、トンカチでこう叩く作業とか、ドリルでこう穴開ける作業とか、見てて、やりたくなってくるんで、で、やらしてやらしてって言ってくるんで、まあ、でも全部は当然できないんで、はい、例えば、釘打つときとかに、もうすごい打ちやすいようにしてあげて、でそこにこう、もうあとちょっとで入るぐらいのときに、ちょっとやらせてあげるとか、もうできてるんで、なんか自分も楽しみながら、子供も楽しめてる感じがするんで、なんかいいかな、そういうのにもいいかなと、思ってて結構やってますね。うん、結構あれですね、道具の管理ちゃんとしないと怖いですね。あ、そうそうそう。うん、すぐ覚えちゃいますからね。そうなんですよね。まあでも、すごい、いいですね。で、まあ、その木材作ってるのがその辺で、あと電子工作も最近また始めて、はい、はい。いろいろ作ってるんですよ。昔、その作ったやつ、仕事の一環で作ってたやつもあったんですけど、なんか、まあ、それがあったからかわかんないですけど、電子工作の部品もめちゃくちゃ増えたんですよ。家に余ってるってこと。家に余ってる。そうですよね。マイコンなり、その、電子部品なり、モジュールなり、センサーなりっていっぱいあって、まあ大体ああいうのって、なんかこう、例えば秋葉原にある秋月電子とか、に行くと、一個一個売ってるじゃないですか。売ってます。でも、僕が買った時は、基本通販で全部買ったんですよ。はいはいはい。行くのめんどくさいし。送料無料にするために。そうそうそう。大量買いしたんです。だから、例えば抵抗だったら100本買うとか、はい、で、LED とかもだいたい10個セットとか買うんで、で、だって使うのでも1個しか使わないじゃないですか、実験とかでやるの。はい、だからそういう意味ですごい余っちゃってたんで、なんかもったいないなっていうので、なんか生活の役に立つものが作れないかなって、
思って、なんかいろいろアイデアを絞りながら作ってますね。うん。何作ってるんですか？最近は、サーボモーターを制御するんですけど、モーター制御して、スマホの画面を自動でタップするっていうのを作りましたね。ハードウェア。それじゃね、何の目的で作ってるそれは、確か前回話したんですけど、ゲーム。はいはい。最近スマホのゲームをやってるって話をして、はいはい。で、スマホのゲームって、基本的にその、画面をタップするとか、が基本なんですよ。そう、作業として。はい。次に進むとか攻撃するとか。で、僕が自動化したのは、どのゲームの中にある、カジノがあって、そこのカジノのゲームを画面をタップするのを自動化したんですよ。はいはい。だからずっとそのマシーンで置いとけば永遠にカジノをしてくれるっていうマシンを作って、で1日置いとくとそのコインがすごい増えてるとか。なるほど。それって利用規約的に OK なんですか、ね、でそれは、そうそう、まあ、その話したんですけど、ソシャゲでやると結構バンを食らっちゃうらしくて、ね。そうですね。僕がやってるのは、その、いわゆるコンシューマーゲーのスマホ移植のやつ、ドラクエなんですけど。ああ、自分のためにやるやつなんですか。そうそうそう。なんで、まあ別にバンとかないでしょ、みたいな。そうですね、それなんで、それで、作ってやったと。連射パッドを使ってるようなもんですね。そうそうそう。なんかソフトウェアでもできる、アンドロールとかなんかできるっぽいんですよ。エミュレーターありますので、エミュレーターというかな、その開発用のシミュレーターとかありますもん、ね。うん。だからそういうの使えば、こう、ソフトウェア的にこう画面をタップしたりとか自動化したりとかできるんですけど、なんか iOS なくて、うん、まあ、じゃあ、いいかなと思ってそれを作ってみた感じですね。なるほど。あとは、あ、なんだっけな。LED のライトとかを作ったりとか、LED がめちゃくちゃ余ってたんで、なあ。すっごい繋げてめっちゃ明るい LED を作って、その、子供がこう寝てるときに、はい。寝た後に、こう、ちょくちょくこう見に行くんですよ、子供の様子を。はいはい。で、その時にこう電気をつけるんですけど、結構電気をつける時の音が大きいんですよ、バーンって。バーンって。本当ですか？バーンみたいな。はいはい。まあ、そんな音しないですけど。で、まあ結構、まあ子供って、まあうちの子だけかもしれないですけど、割とこう音に敏感で、起きちゃう時とかあるんで、はい、ちょっとこれやだなと思って、まあ、スマホを大体こうかざしていくんですよ。スマホライトあるじゃないですか。ああ。でもスマホいちいち取り出すのめんどくさいなと思って、その小型のなんか懐中電灯みたいなやつが作れそうだったんで、電池と LED つなげて、ポチってスイッチ入れると、バーってつくような。懐中電灯懐中電灯みたいなやつを作りましたね。人感とかいや、普通に本当にただのスイッチ入れたらつくだけってやつ、ね。うん。人感センサーとかもあるんで、例えばその人が通ったらつくやつとかあるじゃないですか。うん、やってもよかったですけど、うん、まあ、そこまでやんなかったって感じですかね。一色のやつですね。一色カラフルにする必要はそんなないかな。確かに、でも、一緒わかるじゃないですか。いや、なんか、去年なんですけど、なんですかね。電子制御ができるカラー LED あるじゃないですか。はい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 、あれ難しいですね、うん。使うのが難しくて。あれですよね。足がなんかこう、3個が色ごとぐらいにこう入ってるやつですか？ああ、ではなくて、デジタルで制御できるやつ。ああ、はいはいはい。抵抗値で制御するやつじゃなくて。なるほど、なるほど。で、そうなんですよ。それすごい難しいです。直列で繋いで、というか電力が足りなくなったりする。うん、結構、LED も色によって必要な電力とか電圧変わってくるんで、1個の同じ LED で、フルカラー LED とかは、まあ、その1個だけで青と、緑と赤の制御できて、で、それの、電圧の与え方とかによって、こう、変えられる。RGB 変えて、フルカラーになるんですけど、はい、結構その、色によって、必要な電圧とか変わってきちゃうんで、そうですね。制御しようとしたら結構大変なんですよね。なんか、3本に違う抵抗値入れないと、思ったような色出なかったりするやつですね。意外となんだかんだでなんか 5V 必要になったりとか、そうですね。するんで、普通の LED だったら、まあ大体乾電池1個とか、そうですね、ボタンでもつくんでいいんですけど。あれ、Arduino とか繋ぐと 3.3V しか取れないとか結構ありますからね。うん、最近はなんかあれなんですよね。あんま Arduino とか使わない電子工作。本当に単純な電子工作。スイッチオンオフだけとか。の方が、なんか、まあ楽だし。楽だし、そうっすね。壊れないですよね。Arduino とか使うと複雑な制御もちろんできるんですけど、
結局なんかアルデイノの分、なんか容量とか必要になるし、なんか容量とかその前に、スペース。サイズですね。サイズ。で、結構小型化したいのに、マイコン1個ドーンってあると、なんかそれだけでスペース食っちゃったりして。そうですね。なんか嫌だなと思って、まあ単純な回路だったらいらないじゃないですか。うん。スイッチオフで足りてる。まあ、さっき話したサーブモーターはマイコン使っちゃったんですけど、LED のやつとか本当に回路だけ。うん。回路だけっていうか。まあ、サーブモーターマイコン使わないやると結構、大変なやつ。まあ無理かな、もう。まあ、DC モーターとかね。ただ回るだけずっと。そうですね。ミニ四駆のあのモーターとか。そうですね。まあ、電源さえあればただ回り続けるんでいいんですけど、例えばスピードを制御したりとか、角度を制御したりとか、なっちゃうと、サーブモーターってそういうのに使うやつですから。うん、ちょっと厳しいかな。マイコンかまさないで使えるケースって、なかなかニッチなやつしかない気がします。まあ基本 DC モーターぐらいかな。ステッピングモーターとかで、なんかある程度一定の間隔とか、か DC モーターぐらいしかないかな。サーブモーターは多分、ずっと回り続けるサーブモーターってあんまり見ないから。はい、だからよく、あれですよね、ラジコンとかで前輪に使われるやつですよね。あ、そうそうそう。行き先を変えるやつ。はい、はい。ああいうのはやっぱりマイコンないと。まあ、なくても動くけど、ないとあんまり用途としては微妙って感じかな。確かに。あれ、頑張れば使けさあるんですね。ライントレーサーとかで。はいはいはい、はい。黒線になったら出力弱めるだけとか、そういうのだって使える。あれですよね。なんだっけ。レゴのマインドストーム。ああ、そうですね。マインドストーム。で、マインドストームもまあマイコン入ってるようなもんですけど。うん、まあ、あれ OS ですからね、マインドストームは。いろんなことできますからね。うん、お子さんマインドストームとかもういけるんじゃないですか。いや、まだ無理だと思うよ。うん。興味は示すけど、実際自分で何やってるかやっぱわかんないし。なるほど。まだこう、組み立てはできるかもしれないけどね。あ、確かに。親子がそこで車作るとかそういうのはできるかもしれない。まあそういうの、まあ、車は形だけ作るとかね、はい。そういうのはできるかもしれないけど。まあ最近はなんかそのマインドストームと、あとスクラッチ。ああ猫のやつ、はい、とマイクラがよく学習でこう使われるプログラミング学習で使われるらしくて、でも小学校ぐらいからやってるとこはやってるって聞いたんで、僕の友達にその小学校の先生がいるんですけど、小学校ってなんか情報が義務化されたじゃないですか、はい、それ聞いてみたら何使ってるのって聞いてみたらスクラッチって言ってて、まあスクラッチだったらブラウザ1個あればできるじゃないですか。うん。だからまあ大体スクラッチなのかなって気がしますけどね。うん。マイクラだとなんだかんだでお金かかったりするし。はい。っていうのをやってます。面白いですね。うん、いや。木材の穴開けってなんか、はいはいはい、面白いことあるんですか？いや、特にないですけど、ね。穴開けられると結構、でもどうだろうな。もう今まであんまりこう穴を開けたやつってやったことなくて、ちょっとやってみようかなと思って、やり方だけメモった感じですけど。そうですね、積み木みたいなのも作るんですけど、その積み木のサイズ、ちょうどこう積み木が入るような穴を開けてあげると、子供がそこにこう。ああ、はいはいはい。入れられるように。形覚えるやつですね。あ、そうそうそう、はい。はいっていうので、まあ、開けたりしてる感じです。あれですね、もう極めて、なんかメルカリとかで売ったらいいんじゃないですかね、不要になったやつ。確かにね。でも、メルカリでその木材いらなくなった人とか、はい、できたやつ、売ったりしてる人はいるんで、まあ、売れてるかはわかんないですけど、まあ、売れるのは売れると思いますけどね。なんとかは、まあ、とりあえず自分で作って、そのブログとかに載せて、満足してる感じなんで。さすがに商品化はまだそんな考えてないですけど。はい。って感じです。はい、最近は。いやいや。最近話だと、上の方に書いた。あ、カメラを止めるな。うん。あ、僕見ましたね。あ、見ました？今結構、そうですね。去年見ました、ね。うん。作品的には、一昨年かな、確か。あ、そうですね。うん。ぐらいに、やったやつで。一応話題になってましたよね。うん。何でしたっけ？日本アカデミー賞でしたっけ？はい、なんか撮りました。撮ってましたね。はい。これ、プライムで配信されてたんで、アマゾンプライム。はいはい。で見たんですけど、いや、結構、
結構てかだいぶ僕的には高得点でしたね。あ、高得点でした。星5でもいいかなって感じでした。ああ、フィルマークス的なやつですか。うん、まあそうですね。あ、カメラ止めるの面白い。あ、でもあれ、うん、これ、語る、喋っちゃいけないやつですか、ね、あ、大丈夫、大丈夫ですよ、大丈夫。そうです。大丈夫です。カメラを止めるのは、ちょっとでも、ネタバレしない状態で、見に行った方がいいですね。うん、ああ、そうだね。うん。絶対そうだと思う。絶対そうだと思う。そうですね。面白かったですね。なんかああいう作品ってもしかしたら、他になんかありそうな感じはしなくはなかったんですけど、なんかあ、でもどうだろうな、ないのかな。あれなんかもともと、ああいう構成の舞台があるらしくて、監督の人はその舞台を映画にしたくて、やったみたいなのを書いたって気がしますね。監督とはその本当に監督？作中に出てきてる監督。あ、違う、作中に出てきてる監督ではないです。細田学さんでしたっけ、確か。あ、そうですね。はいはいはい。あ、なるほど。じゃあその方が一応そういうのがあって、あれを作ったって感じなんですね。そうです。いやなんか、はじめの20分間ぐらいで、なんかワンカットオブザデッドっていう作品をやるじゃないですか。作品自体を。で、はじめのあの20分こう見てたんですよ。ずっと見てて。で、なんか、確かになんかところどころ、なんかこう不自然な感じは受けたんですよ。そうですね、間とか。あれ？なんで？で、まあなんか、自分的には本当になんか、設定として素人の人がこう演じてるから、なんかセリフを忘れちゃったりしてんのかなと。で、あとは、まあ、映画なんで、本当にそのゾンビが出てきてるのかなと、自分の中で思って、そのパニックと、その、本当の人間のその素人感みたいな、なんか混じってるから、別に不自然に感じてるのは俺だけなのかなと。自分が不自然にただ感じてるだけで、本当に演じてる人たちはパニックになってて、もうそういう感じになっちゃってるのかなと。思って見て、20分見終わったら、あれもこれで終わりかと思ったんですよ、初め。めちゃくちゃ短いなと思ったら、リモコン取ってじゃあ変えようかなと思ったら、まだなんか30分くらい残ってて。え？と思って終わりじゃないのと思って、そっからこう、その20分間の疑問だった伏線を全部回収する残りの時間みたいな感じだったんで、そこがすごい良かったです。全部伏線回収したみたいな。そうですね。あれは、なんかこう、違和感が全部、あ、そういうことだったんだ。そうそうそう。面白いなと思いましたね。あれでもなんか前半と後半のやつって、一緒に撮ってるのかなっていうのがちょっと気になりましたけど。あ、実際作品として作品として。別撮りですよね。いや、さすがに別なんじゃないかなと思うけどね。だってなんか、一番本当に最後の最後、作品が全部終わった後の最後の最後の、エンディングで確かなんかメイキング画像みたいなのがちょっと流れてて。あ、流れ。で、そのとこ、そこには本当にちゃんとしたカメラマンの人とか、はいはい、ちゃんとした音響の人とかがいたんで、多分そういう人、まあ、てか、まあ、その人たちがいるからかわかんないですけど、多分別撮りで何個も、例えばその初めの20分のやつ撮って、後の、やつを撮るっていう感じじゃないとできない気がする。あとでまあそれで編集で繋げるみたいな感じで撮ってるはずかなと思うけどね。なるほど。面白いですね。あれでも完全にエンターテインメントの映画ですね。なんかこうメッセージ性とかは多分、もしかしたらあるのかもしれないですけど、多分ないんだろうなと。なんかジャンルとしてはどうなんですかね。ドラマなんですかね。ドラマ。ドキュメンタリー。ドキュメンタリーと。でも内容的には割とコメディですよね。コメディですね。うん、完全にコメディ。ホラーではないですね。ホラーではないです。面白いですね。そうそうそう。初め見てるとホラーなのかなと思うけど、最後見るとも全然ホラー感は。ないです。ないからね。いや、自分この作品初め見た時に、あらすじここ、アマゾンプライムで出るんですけど、そこのあらすじを見る限りは、本当にゾンビが出てきて襲われるっていうストーリーなんですよ。はい。そこまでしか書いてないんで。そうだと思って見ちゃうんですよね。はいはい。なんで、その最後の後半の部分がすごい驚いたって感じです。うん。こう知ってたら。いいですよね。伏線の作り方が綺麗ですよね。うん。あれは面白いです。なんかちょっと印象的だったのは、一番初めのカットで、その監督がこう出てきて、その女優さんと、その演じて大優さんにこう怒るじゃないですか。はいはい。
なんでお前泣けないんだとか。ああ。で、男性の方にも、ちゃんとやれよみたいな怒るじゃないですか。で、それが、その、後半の方でちょっと紹介され、後半の方の伏線として回収されてたのは、その女優さんと男優さんにすごいこう上から目線で見られてる。ああ、そうですね。ずっと監督さんが下火で見られてて、はい、多分それでストレスすごい溜まってて、あそこで、こう、演技した時にあんだけ怒ったのかなっていう、そうですね。感じがしたのがすごい面白かったっす。笑えますよね。うん。めちゃくちゃイライラしてたんだな、みたいな。うん。二周しました。もう一回見直したりしました。まあでももう一回見直したら見直したら違う視点で見れるかもしれないね。そうですね。もう二周してないんですから、二周してみたらなんか面白かったりするのかな。あ、このタイミングで、舞台袖の人が人形を投げたんだなとか。そうですね。トイレに行きたかったから、みたいなやつですよね。そういうことだったのか、みたいな。この間はそういう、このカンペを見てたのか、みたいなやつとか。そう。うん、っていうのが多分。裏でこう再現されるから面白いじゃないですかね、もう一回見たら、はい、うん、そうですね。映画だとなんか最近見たやつ面白かったの、なんか寝ても覚めてもってやつ面白かったですね。なんか、東出昌大と、はいはいはい、なんか唐田エリカって人が不倫してたじゃないですか。はいはいはい、なんか、それなんかその映画が発端だったらしいんですけど、そこで共演したからみたいなやつだったらしいんですけど、それ全然関係なく、普通に映画がすごい面白かったです。なんかあんま恋愛映画好きじゃないですけど、なんか恋愛映画なんですけど、なんですかね。あれはすごい面白いので。普通にそれは映画館見に行ったんですか？いや、映画館、なんかそれも3、4年前なんで、確か。あ、だいぶ前なんですか？U-NEXT かフールかプライムのどれかで見てたと思います、ね。なるほど。僕は見たことないっすね、それは。うん、なんか。何系ですか？恋愛系ですか？恋愛系なんですけど、なんていうか、なんか恋愛の部分が面白いんじゃなくて、なんか話の構成とか取り方がすごい面白いやつで。なんてやつでしたっけ、ね、寝ても覚めてもです。おう。すぐ出てきますね。そうです。なんか主人公たちが全然見てる人が共感できないんですよ。共感できないように作られて、ああ、まあ主人公、まあそうですね。主人公が共感できない作られてるんですけど、なんかこう、最後の方に、普通の人間性を取り戻したりする部分があって。もともとは小説が原作なんですね。小説原作。文芸に掲載されてた。これ見たのはあれですか？その不倫で。あ、ニュースがあったんで、うん、そうなんだって見てみようかなと思って。ああ、なるほど。なんか 評価高いんですよね、なんか。点数高いんで、邦画ってそんなすごい点数高くならないじゃないですか。うんうん、見たら面白かったし、意外と。なるほど、これはもしかしたら、あれですかね。災い転じてみたいな感じで、あの事件があったから、めちゃくちゃ実は見られているとか。ああ、多分そうだと思いますね。あれ気になりますけどね、半地下の家族ってやつ気になりますから、ね、パラサイト、まだ見てないですよね。なんかあれですよね。どっかの国から、どっかの国の作者から。あ、韓国の人ですね。韓国でしたっけ、はい、なんか、パクリだよって言われてたやつ、ね。あ、違う。パクリだよって言われてたかわかんないですけど。あ、なんか、うん、それで訴えられたって言ってたんだけど、よくよく見ると全然内容違うから、絶対大丈夫みたいな話を聞いたんですけど。英語パクリってなかなか、言うの難しいですね。あれ、あれも見てみたいですけどね。あれ見たいですね。なんか、うん、ついこの前までどこかで配信されてたんですけど、聞いちゃったんですか？そうなんですか？そうですね。なるほど。なんかね、プライムは結構、まあすぐ配信されることはあんまないんですけど、たまに配信こうされて、あんま見なかったんですけど、なんかたまたま見た感じで、面白かったなっていう作品が、それでしたね。まあ、映画大体面白いですからね。なんか古いやつとかいっぱい出てて、どれも面白いなって思っております、ね。なるほど。映画あれですね、あと、インド映画のきっとうまくいくってやつがめっちゃ面白かったです。インド映画。きっとうまくいくってやつです。何系ですか？あ、何系かですか？あ、多分、ドラマだと思います。なんか、
インドの陽気な3人の人たちが、過酷な人生に挑んでいくみたいな、なんか工学系の大学をみんなで一緒に出るんですけど、出て、すごいカリスマ性のある人がいるんですけど、うん、カリスマ性のある人の人生がすごいみたいな、なんか二部構成で、それも前半が伏線で、みたいなやつですね。本当だ。でもやっぱ、インドの映画は面白いですね。絶対踊るので、踊るし、なんかやっぱ、インドの社会問題的なのって結構重いじゃないですか。うん、だから、それを頑張って陽気に描いてたりするところが。インド映画か。なるほど。あれですね。スラムドッグミリオネアぐらいしか見たことないですけど。それも知らないっすね。それなんか、昔アカデミー賞かなんか撮ってました。なるほど。結構見ます？映画は見ますね。なんか、去年は特によく見ましたね。なんか、はい、いろんな、なんですかね、無料期間で全部、どれがいいかなって選ぼうかなっていうのも。なるほど。いろんなやつで見て回りました、ね。なるほど。でも、プライムは、ただだからいいですよね。あ、ただというか、プライム会員だったら見れるの。うん。一応まあなんかコンテンツ購入して、何か買って、はいはいはい。見れるのも一応ありますけど、ね、そうですね。だから。100円レンタルとかありますけど。ディズニーとか見ようと思ったらそうですね。子供系もいっぱいありますからね。うん。うん、なるほど。アニメ見てないですか？アニメ、アニメもあっても最近あんま見てないですね。うん、なんか面白いのありました。あそこに書いた、サイコパス。サイコパス。S3。サイコパスって作品知ってます？サイコパスって、アニメですね。それすごい昔のやつですよね。すごい昔で、最近なんかシーズン3が。あの、ボーイとか、が主題歌だったんでしょ？忘れちゃう。わかんない。わかんないですね。全然いい加減なこと言いましたけど。まあなんか、1から一応見てるんですよ。はい。3がプライムだったんで、まあ見たんですけど、別に内容はいいんですけど、驚いたのは、その、最後の、最終話が、アニメでは配信してませんよっていう話で、映画館でやるから見に来てくださいって言われちゃって。いや、なんか、エヴァンゲリオンって昔そうだったじゃないですか。ああ、あの、最終話ひどいやつですね。ありがとう、ありがとう、みたいな。あれと同じ感じの印象を受けちゃったんで、どうなんすかね、なんか、最近そういうのって実は多いのかなっていう気もしてて、その映画館で、その、トゥルーエンディングやるみたいな。ああ。で、アニメでも、一応最後までやるんだけど、なんかちょっと腑に落ちない感じというか、っていう感じで終わりにして、実は映画で全部見せますよ、みたいな。ああ、で、だいたい映画の出来ひどいやつですね。どうなんですかね、それで、個人的には、サイコパスに関しては、全部アニメで完結してほしかったんですけど、まあ、映画見に行くのめんどくさいっていう理由もあるんですけどね。まあ、せめてアニメ版で完結してほしかった。はい、うん。一応アニメ版はアニメ版として完結して、まあ、映画は、例えば別の視点からの最後を描くとか。だったらま、いいかなと思ったんですけどね。完全にもう最終話は映画でやりますだったんで。ちょっとまあ、おそらくまあそのうちプライムで配信されるんで待つと思うんですけど。まあちょっと残念だったなって感じですね。寂しいですね。なんか仮面ライダー僕好きなんですよ。前も言ってましたね。はい。仮面ライダーも大体そうなんですよ。え、最初、あ、そうなんですね。一応完結するんですけど、テレビで。はい。50話ぐらいやるんですけど、必ずヒーローものって映画やるんじゃない？やってるじゃないですか。はい。で、そっち側の完結も描かれるんですよ。で、そっちはちょっと違うんですよ、やっぱり。もう完全に違う。違うボスが出てきて、そっちを倒すみたいな感じ。そうですね。だから、まあ、あれも多分、ビジネスとしては全然ありだと思うんですよね。お客さんも多分入るだろうし。はい、でもなんか個人的には、なんかアニメで完結して、映画でも完結する、みたいな流れになると、とか、まあ、映画、行きづらいというか。そうですね。バカヤわかりますね。完全にスピンオフ作品だってほしいですよね、映画にあるやつ。ちょっと前なんか嫌だなって感じはしますけどね。そうですね。いや、子供向けの映画なんで、あれなんですよ。前売り券とかにこうおもちゃついてくるとか。ああ。
まあ、そういうパターンでおそらく、まあ、ビジネスにしてんだろうなって感じはするんですけどね。うん。あ、でも仮面ライダーとかはですね、別に、そのメインのストーリーに、そんなに関係してこないやつなんですよね。うん。まあ、完全に別かな。ああ。うん、変身する、その、なんだ。変身するタイプというか。アイラはなんか、まあ、そのもちろん、テレビで放映されてたやつがそのまま映画でこう、変身したりしますけど、敵が全然こう違うみたいな感じ。確かに。最近そういうの、でも、メインストーリーに絡むようになったやつ多い気はします。まあそういう流れなんでしょうね。特にもう仮面ライダーとかその、なんとかレンジャー、はい。はもう、流れ決まってるじゃないですか。流れってもうストーリーも決まってるし、そのビジネスの流れも多分決まってるんですよ。あ、そうですね。あの、おもちゃ、うん、何月頃に出すみたいなやつ。大体あれですよね。なんか新しいロボット、あ、今のロボットがダメになって新しいロボットが出てくるのは、クリスマス前とお盆前みたいなの決まってますよね。そこでこう買ってもらうのもターゲットですしね。そう、それに、なんかもうああいうのって、もう、商品をいつ出すか、映画をいつやるかっていうのに合わせて、その仮面ライダー自体のコンテンツも、なんかこうストーリーを組んでる気がするんですよ、ね。あ、そうそうですね。メディアミックス作品は、大体そうですね。ちょっとやっぱその大人の事情とかを見ると、切なくはなりますけどね。でもまあ、ある意味でも子供も大人もそういう意味でも楽しめるようになってるんだから。違う観点から。っていう感じですかね。で、じゃあその話しますか。本の話。あ、本の話ですか。まあ、コロナウイルスはみんなマスクつけてますねぐらいです。コロナ飛ばします。コロナどうですか。周りにいます。周りにいたらまずいんですけど。周りにいないですけど、なんか、ちょっと一昨日まで地方に行ってたんですけど、うん、なんかハザードマップみたいに見たら、もうその地方でも全然なってても、これは、うん、3月になったら、もうほとんど全国でかかってるんだなって感じがあります。周りにはいないですけどね、まだ。いや、でもなんか、周りに、いる、い、まあ、いないのが当然かなと思うんですけど、実はなんか、いてもおかしくないかなって気はしてるんですよね。ああ、なんか症状の話聞くとそうですよね。実は、で、潜伏期間もあるっていうんで、実はこう、もう感染してる人って、いるんじゃないかなって気がしなくもないですけどね。なんか発症しても気づかない人もいるんじゃないかみたいなのも言われるっぽいですよね。まあ、全然わかんないですけどね。ちょ、まあ、インフルエンザっぽい症状になるじゃないですか。高熱出て、倦怠感があって、みたいな、咳が出るみたいな話だったんで。なんか、マスクが全然手に入らない。ああ、そうですね。なってて。なんか、うちの近くの薬局とかも、朝、行列ができてて、何かなって見ると、お店の人がいて、なんか整理券配ったりしてて、でマスク今日は100個までで100人までですみたいなことやってて、大変だなと思って、はい、すごいものは花粉症の人に優先して配布してあげてほしいですね。だからそれもなんかニュースっていうか、ね、問題になってましたよね。そうですね。ちなみに会社行きでもらいに行けばもらえるからいいですね。今日もらっちゃいました。でも会社に来るまでどうするのとかあるじゃないですか。あ、なんかあの別にそのたくさんもらってよかったですね。ああ、そういうことですか。次の出社とかの分とかも、まとめてもらって良いことになってたので、よかったですけど、本当買えないのはすごい困ります。僕は、マスクも家にストックしてあったんですけど、はい、たまたま、なんか、たまたまだけでもないのかな、なんかアマゾンのセールでマスク買いだめしてたんですよ。はいはい、たまたま、それでストックがあったんで、それみんなで家族で使ってるんですけど、今、その、もしそれなくなったら、確かに買えないなと思って。買えないです。うん。朝、並ぶしかないのかなと思って。アマゾンとか見ると4000円とかのしかないですか。っていうか、その並んでいる人たちは、どこでその情報を仕入れてるんだろうなって、すごい気になりましたけどね。ああ、そろそろそこに入るって。まあ、入荷する時期というかタイミング、でも、またピンポイントで並んでるんで、その毎日並んでるわけじゃなくて、はいはい、なんかこう、ただ水曜日並んでるとか、金曜日並んでるとかって、お店の人に聞いたら教えてくれるのかなと思って、入荷日。ところもあるんでしょうね。いや、大変ですよね。
マスクして防げるかっていう話もなんか出てましたけどね。ああ、まあなんかいろんなウイルスでその話題ってあまり聞かん、あの、人にうつさないだけで自分はうつっちゃうみたいな話ありますけど、うん、なんか湿度上がるので予防にはなるみたいなのをいつも聞くので、いいのかなと思います、うん。意外とこう気休めな感じもしなくもないですけど。なんか菌のサイズ的に、この細かさだったら大丈夫だみたいなとかいろいろ言われますね。うん、いや、うちはやっぱ子供がいるんでね、それだけ心配なんですよ、ね。ああ、確かに。年齢によって致死率全然違いますから、大変。休日とかはもう遊びに行かないようにしてるんですよ、最近は。はい。お外に。まあ、外に行っても近くに行って買い物するだけとか。なんで、例えば人がいっぱいいるようなとこ行ったりとかはもうほとんどしないんですよ、最近。ああ確かに。うん、でも、あの、平日は保育園連れてかなきゃいけないじゃないですか。で、保育園って割と、ま、人いるんですよ。そうですね。だから、まあ、うちの子が気をつけてたとしても、他の家の子がそうしてるとも限らないじゃないですか。そうですね。だから、ちょっとそれが怖いなって感じなんですよね。ただ、ちょっと防ぎようは確かにそれないなと思うんで、まあ、しゃくしなくなく保育園は連れてってますけどね。早く薬ができるといいですね。どうなんですか？まだできてないですかね？そうだと。なんか、抗インフルエンザ薬系とか、HIV 系の薬がすごい効くっていうのは。はいはい、ああ、そういうことですね。うん、ちょっと出てましたけど、多分、まだ検証段階なんじゃないのかな。あとは、中国の方でかからなかった人の血栓。はいはい、が、ものすごく効果があったから、その人の血を抜けばいいっていうのは、なんかありましたけど、その人が死んじゃうって話なんで、それはできないと思います。抜きすぎて、うん。すいません。それでも気になるので、ちょっと突っ込みたいんですけど、小銭は ATM で入金してなかったんですか？ちょっと前に話したこともあるんですけど、僕小銭貯金すごいしてたんですよ。あで、本当にもうこれくらいの箱に、めちゃくちゃ小銭が入ってて、でも何年貯めたか分かんないぐらい小銭があったんですよ。で、それ当時は、例えばちょっとコンビニ行くときに使おうとか、っていうので、こうガサッと持ってって、ポケ突っ込んで、ちょっと買い物行くっていうのを使ってたんですけど、まあ、キャッシュレス、もう自分もずっとやってたんで、使わなくなっちゃって、溜まりっぽだったんですよ、小銭が。はいはい。で、ついにその箱溢れる事態が起きてしまって、もうちょっとどうしようもないなと、なっちゃって、で、ちょっと小銭入金しに行こうかなって思ったんですよね。で、僕、三井住友銀行なんですけど、はい、もう仕方ないんで、小銭もう15キロぐらいあって、もうそれ持ってって、三井住友銀行持ってったんですよ。15キロ。めちゃくちゃ重くて。すごいですね。で、持ってったら、窓口に行ったつもりだったんですけど、窓口じゃなくて、まあ、一応聞いてみたんですよ、お店の人に。これちょっと入れたいんですけど、全部お願いできますかって言ったら、小銭を入れるのは手数料かかりますよと。はいはい。うん、で、しかも、例えば、何枚あるか分かんないですよね、自分。はい。重さしか分かんない。だいたい、何枚ありますかって聞かれたんですけど、分かんないです。言ったら、じゃあ手数料も枚数に応じて変わっちゃうから、例えば、1000枚入れるのと、1500枚入れるのと、2000枚入れるのは全部手数料が違うらしいんですよ。はいはい、コインがどんどん増えれば増えるほど手数料が増えていきますと。しかも料金もわからないんだったら、例えば1円玉を1万枚入れるのと、100円玉を1万枚入れるのは手数料は一緒なんですけど、1円玉の場合は損する可能性もある。手数料がものすごく大きくなっちゃうから。はいはい、って考えたら、一応手数料かかんないやり方もあって、100枚ずつ入れると、自分でね、ATM で100枚ずつ入れれば、かかりませんよ、と言われて、係員の人に。そうですか、と。でも、本当にものすごかったんで、めんどくさかったんで、全部入れてほしかったんですけど。はい、で、そこで、気づいたら、そこは窓口じゃないって言われちゃって、ここじゃできないって言われたんですよ。でも、一応 ATM があるかな、って、はい、人がいない時間帯ぐらいに行ったんですよ。やっぱり全然いなかったんで、ATM もすっからかんだったんで、ちょっとやってみますと。100枚、ちょっと自分で手でやってみます。何回かかるかわからないけどやってますってやってみたら、やっぱり ATM でコインを入れることって多分そもそもあんまり想定してない、お店側も大量にコインを入れる。ああ、そうですよね。で、その手帳を入れて、通帳を入れて、預金、効果のみっていうのがあって、そのボタンを押すと、その効果の口が開くんですよね、パッと。はいはい。で、そこの口が、
ちょっとひどかったのは、普通だったらパカって開いたら、まあ、大体なんだろう、これぐらいの大きさの口がこう開くってイメージするじゃないですか。開いたら本当になんか小銭が 2,3 枚ぐらいしか入らない、こう本当貯金箱みたいなのが出てきて、はい、そこにこう1枚1枚本当に入れる感じだったんですよ。で、これを100枚入れるの大変だし、しかもそれを何十回ってやるとなったらこれは辛いなと思って、もう仕方ないんで泣く泣くやってたんですよ。で、初めちょっとめんどくさなっちゃったんで10枚ぐらい入れて、もうとりあえずもう確認ってやってみたら、なんかその後に追加入金っていうボタンが出てきて、ああ出ますね。そこを押したらガバッと開いたんですよ。あ、そうなんですね。そういう仕組み。1回目はすっごいちっちゃいのに、2回目の追加入金とボタンを押すとガバッと開いて、でそこによしと思ってこうがっつりこう入れてやって、はい、で確認ってやったら全部カウントするんですけど、さっきも言ったんですけど100枚までしか入んないんですよ。そうですね。だから1枚でも超えてると、その余ったやつは全部出てきちゃうんですよ。はい、はい、だからそっからまた取って、でまたカウントしてっていうのがあるんで、本当にぴったり100枚ずつ入れないとすっごい効率悪いんですよ。はいはい。で、まあ、一応結局結論的には全部それ入れたんですよ。で、40分か50分くらいかかったんですよ。そうですよね。だって、15キロあるって言ったら3000枚か5000枚ぐらいありますね。1個って大体平均4グラムぐらいですかね。まあ、1円玉もあるんで、1グラムもあるんですけど、一応それで全部で19回かな。ああ、やっぱそうですね。入れて、で、14、5万ぐらいあったんですけど、結局、その時に思ったのは、まずやり方として、三井住友銀行で入れる場合ですけど、入れる場合は、まず1枚コイン取って、1枚入れて確認ボタンを押す、はい。そうすると1枚すぐ終わって、ボタンで追加入金っていうのが出るんで、はい、すぐ追加入金を押して、残りの99枚をガバッと開いたやつに入れると。なるほど。で、その時に、一番いいのは、99枚ぴったり入れるのが一番いい、効率がいい。はい、けど、枚数がわかんない時は、だいたい2回掴む。ザッザッ。このぐらいの大きさですもん、ね。でやると、返される。その100枚超えて返されるっていうのがなくなったんで、で、3回やると返ってくるんですよ。はい。なんか2回だな。っていう感覚を覚えて、あとはボタンと戦っていくと、効率がいいって話です。なるほど。誰の役にも立たないノウハウですね。本当ですよ、ね。勘弁してくださいと思いました。僕も大学の時に、もう円玉を、めっちゃ持ってったことありますけど、普通に窓口で多分手数料払ってやりましたね。あ、それが正しいですよ。うん、それが正しい。いくら、あ、5000、1万5000円ぐらいになったんですか。すごいですね。いやー、もう二度と小銭貯金しないって誓いましたけどね。なんか調べると、その、今までなんかメガバンクっていうか、まあ、何なんて言うんだ、三井住友とか、うん、みずほ銀行とか、UFJ とか、っていうのは手数料取るらしいんですけど、どうやらゆうちょ銀行は手数料かかんないらしいんですよ。あ、そうなんですか。だから、もう一つの策としては、僕ゆうちょの口座持ってなかったんですよ。はい。だから仕方なくその自分の持ってる口座行ったんですけど、もしゆうちょ持ってる人だったら、その、郵便局とか行って、やれば、全部やってくれます。うん、無料で。そっちの方がまあいいかなって感じですね。うんうん、最近なんかあれですよ、でもなんか両替というか、外貨も含めて入れられて、うん、なんかスイカとかにチャージされるみたいなのありますよね。あ、何それ?なんか、ありますあります。とかエクスチェンジみたいな名前の機械があって。なんか、ツイッターでなんかリプライが来たかもしれない、それ。あ、そうなんですか。あ、小銭入れるのめんどくさいな、みたいな言ってたら、なんかリプライが来たけど、スパムっぽかったんでやめたんですよ。あ、それだったのか。メジャーな駅の駅前とか行くと、ありますね。だから、それもなんか、100枚か50枚ずつしか入れられないものではありますけど。自分はそのうち、ちなみにやった時はすごい空いてたって言ってたじゃないですか、はい。なんか2台貸してもらったんですよ、ATM。あ、奥さんと一緒に。いや、一人で。一人で2台並列で使えたんで、結構、まあ、それぐらいの時間で終わったかもしれないですね。よく考えたら入金を20回とか、やらせてもらえるんですね。うん、多分人がいなかったからだと思いますけどね。ああ、確かに。人がいたら多分やらせてくれなかったですけど。なんか、機械の上限とかであるのかと思います。
あ、1日？そうですね。ああ、確かに。手数料も無料で、19回ぐらいやらせてもらいましたね。そうですね。そうなんですよ。あ、ポケットチェンジってやつですかね。まあ、使ったことないので、本当に使いやすいかどうかわかんない。うん、小銭、結局、まあ、口座に入れちゃうんで、口座に入れちゃえば、別にもうあとは付き放題できるじゃないですか。はい。だからまあ、だからなんかチャージしたりとか、もちろんその、1万円で下ろすとかもできるわけじゃないですか。だからまあ、入れちゃえばいいんですけどね、入れるまでがやっぱりもう大変なんで、他の人ってやっぱどう、まあ、小銭使うんですかね？小銭使います？小銭は使いますけどね。あ、使いますか？何に使います、はい、え、普通に買い物するときに使いますね。それスーパーでとかコンビニで。あ、そうです、スーパーとコンビニとかで。あ、じゃあ、あんまりキャッシュレスは使わない？いや、キャッシュレス使うんですけど、な結局、パスも一択になるかな、とか、クレジットカードみたいな感じになるかな。うん。でも、ほとんど使えるじゃないですか。あ、ほとんど使えますけどね。うん。それで小銭を使う気持ちとしては、どういう気持ちがあるんですか？使いたい？あー、なんか、その、財布を分けてるので、うん、なんかこの用途でこれ使うみたいな。お小遣いだったらパスもみたいな感じなの。なるほど。個人出費かそうじゃないかで分けてるってことか。そうですね。個人出費じゃないやつが、なるほど、ね。キャッシュなのでっていう、確か7個なんですけど、7個もめんどくさくなって、やめましたね。なるほど。ああ、もともと7個で全部そこ入れてたけど、それめんどくさいからもう現金がいいよねっていうので。そうですね。コンビニのやつだけ持ってればいいかなって思ったんですけど。なるほど。結局チャージするのめんどくさいんで。なるほど。そうですね。そうか、そうするとやっぱり貯金を使うタイミングがあるのか。まあ、クレジットカードに電子マネーがついてるやつが一番楽なんでしょうけどね。あれはあれでちょっと不安な感じありますから、ね。あれですよね、最近ビザカードとかがやってるやつですよね。ああ、やってるやつ。NFC 付きのクレジットカード。そうです。クレジット、どうだろうな。まあ僕だから小銭使わないんですよ。はいはい。だから溜まってっちゃったんですけど。ああ、小銭使う。その、うん、使わないか。本当に使わないんですよ。お釣りで小銭が出るケースがあるんですよね。それを貯めちゃってたんで、札しか持たなかったんで。はい、もちろん現金は使うとか使うんですよね。はい、現金しか使えないとかはもちろん現金払うんですけど、小銭は持ち歩かないんで、それで溜まっていく一方だったって感じなんですよね。だから、小銭を持ち歩くのが多分一応番ベストなんだろうなって気がするんですけどね。そうですか、ね。溜めないで。難しいですね。まあでもそうなんじゃないかな。そうしないとだって溜まってっちゃう一方だから。だってそれで、例えば、100枚溜まったら銀行行くっていう風にしないとダメなわけじゃないですか。そうです。それはちょっと辛くないですか？辛い。多分、月1とかになっちゃいますよね、そしたら。ATM 行って月1で。はい、で全く使わないでいこう。ちょっと月、まあ。だから銀行そもそも行かないんですよ、僕全然。はいはい。あの、おろしにとか行かないんで、お金。そうそう。だから、それが月1で銀行に行くようになるっていうのもちょっと辛いなって感じはちょっと自分の中ではあるかな。なんかないですかね、現金を送って、チャージしてくれるサービス。さっき言ったみたいなやつで、家にいてできるやつ。ないでしょうね。ないか。お金って送れないんでしたっけ？お金は。現金書き留めとかってできないんでしたっけ？クーポンとかで送るのはできないかっていうのと、なんかありましたよね。できなくて、あの、書き留めっていうのは、でもそれって、あの、向こうが受け取ったサインを、して、なんか、送った人がちゃんと取ってるかとか確認ができるってやつなので、別に、封筒にお金入れること自体が NG ってわけではないのかもしれないですけどね。あ、グレーなのなんか、ダメだったっていうと聞いたことありますけどね。お金送るのが、うん。でも書き留め、現金書き留めには入れても OK ですし、確かレターパックも OK なはずです。あ、そうなんですか。多分。それはお札だけ？小銭もいいのかな？小銭じゃないですか。でもただすぐ重さオーバーしちゃいます。ああ、そっかそっかそっか。あれ重さなのか。なんかそういうサービスでなんかありそうな気するけどな。小銭送ってそこにチャージするって。まあ、手数料とあまり変わらない値段にはなるでしょうね、多分。
それは、まあ、手数料かな。だから、例えば送料無料で、送金してもらった額の、例えば 10% は手数料としてもらえますみたいな。そうですね。っていうサービス儲かりそうじゃないですか。それでも、まあ、グレーなのかな。銀行で、買えるのと大して変わらなそうな気がしますけど。いやいや、でも送るだけでいいじゃないですか。その僕みたいに超重い人とか行く必要ないし、そのさっきみたいに何十回もやる必要ないじゃないですか。それ全部やってくれるんだったら、僕は使いますけどね。でも書き留めとか、ああ、送って取りに来てもらうんですよね。ああ、まあそうですね。コンビニとかで送る。そうですね、うん。コンビニとかで送るレベルだったらいいのかもしれないです。でもあれか、例えばそのケースってお金を送ることになるじゃないですか。はい、でしかも宛先わかるじゃないですか。そのサービスやってるとこなんで。はい。なんか簡単に盗まれちゃいそうな気がしますね、確かに。あ、そうですね。ね、その書き留めとかが必要なんですよね。なるほど。いや、でも書き留めがあったとしても、確実じゃないですよね。盗まれる可能性ってゼロじゃないんで。あ、そうですけど、どうなんですかね。書き留めで途中でなくなった場合、どうなるかわかんないです。一応なんか、遺失物みたいになって追跡はされると思うんですけどね。うん。うん、あんまりまあ確かにお金を送るのはいいイメージはないですね。はい。っていうのを。はい。面白いですね。どうしますか？え？本の話はしますか？あ、本の話どうしますかね。やっぱり、達人プログラマーだけしますかね。うん。これ、僕が初めて読んだんですよ。この時に確か。はいはいはい。うん。EW コードは前に読んだことがあって、はい、それを読み直したんですけど、タチンプログラムは読んだことなくて読んだんですけど、まあ、特に重要だと感じたフレーズって自分は書いてるんですけど、まあ、なんか話の中にすごい出てきてたのは、あのコードジェネレーターの話、はあ、その人間が書くんじゃなくて、基本的にはもうコード自体も、何なんか作中に出てたのはパールにこう自然言語で、例えばそのテキストに書いたやつをコードに落とすみたいな例とか出てましたけど、まあそういうのを使えと。人間が書くとバグが出るから、基本的には全部、コード自体もコードに書かせる。っていうのを言ってたんですけど、まあもちろん間違いじゃないとは思うし、もちろんコードジェネレーター系って今世の中にもたくさんあるんで、正しいとは思うんですけど、なんかその、そのコードジェネレーターを、ま、メンテしなきゃいけないわけじゃないですか。ああ。場合によっては。はい。うん、だ結局、そうすると、なんだろうな。普通のコードジェネレートしてる部分もあれば、ジェネレートしてない部分もあると思ってて、その両方見なきゃいけないわけじゃないですか。ああ。なんかそういう意味だと、ジェネレートしてない部分作ったら、ダメなんだと思いますけど。ああ、全部そっちに任せるとか。コードジェネレーター使うっていうのの真意って、なんかリアルワイ原則というより、とか、はいはいはい、なんかまあ、ソースが単一でなきゃいけないっていう意味だと思うので、はい、多分その、なんていうんですかね、ジェネレートされる生成物があるなら、もう完全にその生成物は、あの、ソースコードから自動生成されなきゃいけないっていう、そういう発想だと思います。うんうん、いや、なんかその、例えばモデルとかだったらそんな難しくはないと思うんですよね。はい。クラス書き出すとかだったら。そうじゃなくて、やっぱビジネスロジックとか入ってきちゃうと、はい、全部コードジェネレートするのって多分無理な気がするんですよ。ああ。だから、よく世の中に出回ってるコードジェネレート系も、やっぱモデルを作るのってすごいあるんですよ。はいはい。あとコントローラーの側だけ作るとか。はい。はいっぱいあるんですけど、本当にその、ロジックの部分、さっき言ったビジネスロジックの部分っていうのは、もうどうしても自分で書くしかないかなって気がするんですよ。そうですね。だから、それと、結局プラス、コードジェネレート、ジェネレーターを管理するんだったら、なんか僕は二重で管理するの嫌なんで、二重でっていうか、一つのプロダクトは、できれば一つのコードで管理したい。はい。っていう中に、そのジェネレーターっていう概念が入ってくると、ジェネレーターも管理しなきゃいけない。っていうのが個人的にあって、あんまり個人的にはコードジェネレーター好きじゃないんですよ、実は。ああ。うん。だから、ちょっとそこは、達人なのかどうか分からなかったですけど。ちょっとどうなのかなって感じ。まあ、場合によるとは思うんですけどね。ビーズジェネレートコントローラーみたいな。そういう。うん。ああ、全然、全然、コードジェネレーター使えてそういう意味でしたっけ。一応だから、
なんだ、自然言語とかそういうので書いたやつを、ロジック自分で、そうですね、落としましょうっていうのは書いてあった気がしますけどね。生成されたものに対して、うん、中を埋めていくみたいなコードジェネレーターを想定してるんじゃなくて、うん、ロジックとかも全て含めてソースがあって、コードジェネレーターを使って、なんていうコードに起こされるみたいな、そういうものなのかと思ったんですけど。まあでもそれでもいいんじゃないですか。なんか、まあよくある、その、なんですかね、Git のリポジトリとかにはソースしかなくて、メイクを叩いてから作りましょうみたいな。なんかまあ、あの、Unix のポーツみたいな、そういう概念なのかな。そうですね。古いですけど。なるほど。ポーツみたいな、そういう概念なのかなと。なるほどね。っていうのを言っていて、多分その Rails とかの、なんですかね、テンプレートから、元になる行動が出てくるみたいなのを想定してるんじゃないと思ってましたね。なんか、うん、すいません、僕も読んだのって大学の時なので、うん、ちゃんとあんま覚えてないですけど。いや、でもまあ同じような感じですよ。そうですね。うん、プライ原則がすごい強く言ってきましたね、この、うん。いや、でも、なんかどっかに書いた気もするんだけど、最近収録してるとすごいよく止まるんですよ。あ、今も何回か止まってる。あ、今大丈夫ですけど。どうだったかな。いや、なんか思ったのは、な、結局例えばその DRY の原則とか二重化しないためのコードを作るとか、まあ、書いてあるんですよね。でもそれにこう気づくか気づかないかっていうのがやっぱ大事で、レビューとかした時に気づくといい。例えば自分がやれば気づくとかあるかもしれないですけど、気づけない人ってもちろんいると思うんですよ。ああ、そうですね、うん。で、それって、結局じゃあその問題どうやって解決するのかっていうと、多分もう経験しかないかなと思うんですよね。自分がそういう綺麗なコードを書いてきたとか、DRY の原則を書いて、もう守ったコードを書いてきたとか、テストを TDD してきて、書き方を覚えたとか、っていうような経験がないと多分気づかないんですよ。よしとしちゃうんですよ、ね。はい。うん、だからそこが難しいかなと思ってて、うんうん、そこどうするのかなっていうのは結構疑問。なんかでも本書でもそれはなんかやるしかないみたいな感じで書かれてた気もしなくもないかな。でもまあ結構できることはあると思いますけどね。なんかドキュメントとかは直で書いてるディレクトリをやっぱりポジションの上に置かないとか、うん、なんかすべて行動と、そんなんですかね、ドキシジェンとか、なんか JavaDoc とか PyDoc とか、そういう形式で書かれてるやつから生成するのに限るとか、そういうことをしていけば、防げる部分はまああるかなと。なるほど。ちょっとタッテストがどうとか、ドキュメントとして十分な量書かれてるかとかは、やっぱ経験になっちゃうのかなと思います。ドキュメントに関して、そのコードの中にまあね、まあ、書きましょうとか、はい、まあ、その、プログラム、こう、プログラミングが持っているその、ドックスの機能を使いましょうっていうのは、まあ、確かに、まあ、使うんですけど、やっぱ、それじゃ足りないことって、やっぱりある気はするんですよね。ドキュメントを書くにしろ。例えば、なんだろう、エンドツーエンドみたいな、システムテストみたいな流れとか、になると、はい、多分、その全体流れを把握するのは、多分、別途書かないと、それをコード中に書いてもいいとは思うんですけど、多分それはなんかちょっと流動的に違うような気はするから、うん、まあ、概要って言うと荒すぎるんだけど、なんかこの、なんだろうな、関数もしくは、コントローラーから実行される処理として、こういうことがありますみたいなのをざっと書くんだったら、例えばリードミーに書くとか、ちょっとね。そうですね。機能単位でなんか書くみたいな。レストだったら例えば、なんかスラッシュなんとかのゲットはこういう流れですみたいな。はい、で、こういう機能がありますみたいなのを、でもそういうのはまあ例えば今だったらスワッカー使ったりはするかもしれないですけど。うん、そうですね。なんか多分スワッカーみたいなの使ったりっていうのを想定してるんだと思いますけどね。うん、てか、多分テストコード自体を多分その、ドキュメントとかで説明するときと同じような感覚で書くのをやってほしいんだと思いますけどね。この、メソッドは
こういう流れですっていうのも、その流れ、一行ずつ書くじゃないですか。これやって、これやってっていうの。それをまあ一つの関数名にして、作ってもらいたい。で、自然言語としても基本的には読めるような形でテストを書いてほしいっていう、そういう発想なんだと思うんです。うん、それでも書いてましたね。なんかまあ、なんかに、なんだろう。あれですよね。こう、ドキュメント、コメント書きすぎちゃうんじゃなくて、コメント書かなくてもいいように書くって話ですよね。そうですね。まあ、コメントは、リーダブルコードも多分同じこと書いてあると思うんですけど、基本的にコメント、あ、多分、達人プログラムも書いてるはずですね。コメント書いちゃダメで、それはドライ原則に反するからっていうのがあって、なんか、なぜそうしたのかとか、そういうのは、なんでしょう、書いていいけどみたいな話があります。うん。TDA とかも書いとくと、疑問点とか書いとくといいとかね、ありましたね。そうですね、そうですね。Fix me とか、そうですね。ハックとかそういうやつですね。後から追いやすくなったりするからね。うん。まあ、わかるんですけど、なんか僕たち、別に英語圏の人間ではないので、なかなか難しいところはありますよね、やっぱり。まあ、日本語でも、まあでもどうだろうな。多少違うかもしれないけど。まあ同じように、基本的な感じは同じでいいと思いますけどね。別に、日本語だからっていうのは気にしなくてもいいような気がしますけどね。まあ、そうなんだろう、うん。関数名に日本語使うとかちょっと違うと思います、ね。そうそう。僕はでも関数名別に日本語使ってもいいのかなと思います。うん、日本語使ってもいいのかなっていうのはちょっと違いますけど。何ですかね。エディタから表示されるのが日本語になってもいいかなと。うん、なんか無理に英語にした英語は、無理に英語化した、日本語を英語化したようなやつは使わなくてもいいと思いますけどね。そういう場合もっと、ベストなのはその、ちゃんと適切な英単語を拾ってきてほしいですけど、そういう場合はなんか、日本語っぽい、ローマ字というか、和製英語でもまあいいかなと思いますけど。でも難しいですね、うん。その辺もね、本当になんか経験というか勘ですからね。なかなか難しいんですよね。でも、そうですね。達人プログラマーだと、ちょっとあれですね。吉野子さんは批判的に書いてますけど、我々の理論は、やっぱなんかこう、うん、僕が言いたいことを言ってくれてる感じはありますけどね。どうなんですかね。いや僕はここに書いた通りなんですけど、やっぱ気にしすぎはやっぱ良くないかなって気がしますよ。あ、そうですね。うん、いや、要するにキリがないのが嫌いなんですよね。はいはいはい。うん、テストとか、リファクターって、正直ゴールはないと思ってて、はい、気にしようとしたら気にし続けられるんですよ。で、ある一定の線を引かないと、永遠にできてしまうんで、そうですね。僕はそれは良くないと思うんですよね。なんか、もう最適を突き詰めてる感じの、ことになりかねないです。そうです。で、まあ多分、ここの本書で言ってたのは、どちらかというとバグの方の話で、細かいバグを潰すっていうのは、当然そうなんですけど、細かいバグを、例えば100個の細かいバグがあったとして、それを一個一個潰すんであれば、一から書き直した方が僕はいいと思う。ああ、なるほど。コスト的な意味も含めて。既存のコードを回収するコストと、ゼロから作るコストって、個人的には後者の方が、簡単だと思うんですよ。そうだと思いますね。っていうのも、経験があるんで。それを作ったっていう。前の作った経験があるから、うん。ある程度作るものも決まってるし、ダメだった部分っていうのも覚えてるんで、そういうのは一から書いた方が結構ちゃんと書ける。まあ、そういう意味だと、やっぱこう、書いてる時にモジュール化されてるっていうのは大事なんでしょうね。そう、うん、なんかこう、関係性が層になってて、その部分だけを、こう、ごっそり回収するのがやりやすくなってるかどうかっていうのが、最も重要で。なるほど。結構でもリファクタリングするときに、結局問題になるのって、なんかこう、結合してちゃいけないとか結合してるところを直さなきゃいけないみたいなのがすごい重いのかなとは思いますけど。うん、コードのリファクタリングってそもそも好きですか？リファクタリングですか？僕はでも結構好きでしたね。重要？まあ、リファクタリングって、まあ、可読性上げる意味でのリファクタリングですよね。うん、まあ、一人でやってるときはそんなに重要だとは思わないですね。僕、そんな長く作るようなものとか作らないですし、集団で開発する経験ってそんななかったので、
まあ、役に立ったなって思うことはないですね。まあ、リファクタリングってまあ目的いろいろあるんですけど、まあ、そのさっき言った素結合にするとか、はい、読みやすくするとかもあるんですけど、まあ、そもそもリファクタリングをするってことは、コードを変えるってことなんですよ。そうですね。で、例えば、今もうプロダクションで動いてるものをリファクタリングするって、ちょっとまあリスキーではあると思うんですよね。はい、今まで安定して動いてたものを読みやすくするために、かつ、なんだろう、外部から見た時のインターフェースとか何も変わらないんだけど、内部的に可読性を上げたいとか、素結合にしたいから、リファクタリングする。はい。っていうのは、僕あんま好きじゃないんですよ。あ、そうなんですか。うん。っていうのも、そこでバグが起きる可能性がゼロじゃない。まあそうです、ね。リファクタリングしたせいで。はい。って考えると、まあもちろん、例えばリファクタリングすることのメリットとして、外出し化したそのモジュールを他の人が使えるようになるとか、まあサードパーティーのツールとして提供できるようになる。で、外、なんかこう、オープンソースにして、そういうコミュニティの人に運用してもらうとかっていうメリットがあるんであれば、やる理由はありますけど、なんかその、いわゆる自己満足のためだけにそれをやるのは、ちょっと違うかなって気がするんですよね。ああ、それはそうですね。うん。そうなんですよね。結局、その、なんか技術的なコードというか、なんかこう自分の、なんていうんですかね、理念を守るために直しちゃうみたいなのは、そうありがちですよね、個人とかでやってると。いや、これはあれですよ、リーダブルコードにはこういう風に書けって書いてあるから、ここはちゃんとこういう風にリファクタリングしなきゃダメですよ、みたいな。そうですね。押し付けじゃないですけど、ちょっとそういうのは、まあ、っていうことはもちろんなんだけど、ちょっとまあ、なんか変える理由としては弱いかなって感じ。弱いですね。もちろんそのまだリリースしてなくて、全然開発中とかベータ版で、まだまだその、ユーザー的にも、どんどん変えますよ、仕様変えますよ、みたいに言ってるんであれば、トライするのは全然いいと思いますけど、もうなんか、プロダクション入っちゃって、そんなにこう、バグも今出てないよっていうようなプロダクトだったら、あんまりちょっと微妙かなって感じ。それは変えたくないです。うん。まあ、デブブランチとかだったら、変えてもいいけどってことですね。でもまあなんかある意味でもそのリファクタリングを常にやっていくことによって、なんかこう変更しやすい状況ができてるかっていうのを試すっていうなんかカオスエンジニアリング的なところはあるのかなと思いますけど、ね。いや、うん。なんか十分なテストが書かれているかが、たまに事故っておくことでよくわかるようになっていてみたいな。それがいいのかわかんないです。いやまあ、うん。否定的で、個人的にまあ否定的なこと言ってますけど、別にリファクタリング自体絶対やるべきものだと思うんですよね。綺麗に書くこと正しいことだと思うんで。うん。うん、自分たちが、今後例えば10年、20年、そのコードを運用せば、多分やっといて、絶対後々、いいことしかないと思うんで、やるべきだと思うんですけどね。なんか放置しておくとバグになりそうな部分とかって結構、普通によくある。往々にありますよ。うん、なんかこの変数は最大入すると危ないのに最大入してるな、みたいなのとかあるので、直したい気持ちもよくわかりますけど、ね。まあ、あとは、リーダブルコードじゃねえや、達人プログラマーとか読んでて思ったのは、やっぱそういう言語を使う。そもそもそういうふうに書かせる言語を使うのは手だと思いますね。だもうシステムに任せるっていう感じですけど。例えばその、Go とかだと、Go ってもう、ニールチェックをちゃんとするとか、はい、あとなんだ。言語的にすごい制約が厳しい言語なんで、あんまりこう、例えば DRY の原則とか、もう置きづらいっちゃ置きづらいんですよね、言語的に。はい、だから、もうそういうのを使うっていうのも手だと思いますね。うん。うん、やっぱり、Ruby とか使ってると、本当に自由度すごい効くんですよ。でもなんか Ruby もそういう機構ありますよね。大文字で書いたら勝手に減って。定数になるとかありますか？Ruby は大文字は定数です。定数になるとかありますね。うん、なんだっけな。あれは別に、コードの中で制限はされないですけど、びっくり書くと破壊的になるみたいなのがあります、ね。ありますね。だけど、そういうのをできる限り使わないで書いた方がいい。うん、とかもあるんで、まあ、Swift とかも、基本的に、アンラップオプションとかあって、こう、ニルが入ってるか入ってないかっていうのを明示的に書けるんですけど、はい、そうするとその、
見ただけで、あ、これはニルがないんだなっていうのがわかるんで、安全に使えるとか、うん、印がついてない場合は、ニルの可能性があるからチェックしなきゃいけないとかっていうのがあるんで、言語的にそういうルールがあると、多分書いててバグも少なくなる感じはしますね。そうですね。そうするとだんだんコックとかに行き着いちゃいそうですけどね。まあでもいいんじゃないかなって気がしますけどね。まあテスト、人間にやることってやっぱり限界があるんで、ある程度システムに頼るっていうのは、僕としてはいい、そのコードジェネレーター的な考えでもいいと思いますけどね。アプローチは二つありますよね。その、最初に書いた時点で完璧になるかと、うん、なんか テストコードが完璧だって考えて、それにマッチするようなものができてるかっていうのを頑張るかっていう。うん、多分 Ruby とか Python とか、後者なんだろうなっていう気がしますけど、うん。割と TDD とかでやるのも Ruby は、他の言語はありますけどね。ありますけどね、うん。書きやすいと思いますよ、でも。うん。なんかまあ難しいですよね。作るものの、どれだけ信頼が置けて、どれだけ長く使うかみたいなので、使い分けたらいいのかなと思いますけど、うん、まあ、使い分けな感じはしますね。めちゃくちゃ、なんか、一瞬しか使わないからパールとかでもいいし、うん、思います。まずはなんだろう。道具 ?ID の話とかも、ちょろっと出てて、ID のその保管とか、コードのインデントとか、あとは、さっき言ったコードジェネレーションするみたいなのも、まあ、使った方がいいよっていうのをちょろっと書いてあったんですけど、僕はまあやっぱり ID ってそんな好きじゃないですよね。ああ、そう。まあ理由は本当に一つで、ただ重いのが嫌いなだけなんですけど。そうですね。まあターミナル作業したいんで、ターミナルでずっと使ってたいっていうのもあって、ID はあんまり使いたくないって感じですけどね。ああ。X コードだけはどうしても使ってますけどね。iOS の開発だけは。あんまり考えたくないですけど、ID も ID 自体が、なんていうかコードジェネレーターと同じで、そのバグとか、なんか、勝手に保管してる部分で、うまくいかないこととかありますね。なんか、メイクのオプションでこれつけたいとか思った時に、なんか、全然どこから設定すればいいかわかんないし、それやった時に他の自動でできた機能が全て、おじゃんになったりするので。はいはい、ありますね、ID。嫌ですよね。かゆいところに手が届くんだけど、何やってるかわかんないっていうのでかいっすよね。そうですね。なんか、確か書籍の中でも言ってたんですけど、やっぱブラックボックスの部分って増やしちゃあんまり良くないなっていうのを確か言ってて、コードジェネレートも、ジェネレーターが何やってるか分かんないんだったら、使わない方がいいよみたいなの確か言ってたんですよ。ああ。うん。そっちがバグってる可能性があるから。ああ、そうですね。まあでもそれがどれだけ、なんというか、成熟するかによる気はしますけどね。例えばなんか、よく最近だと、なんか昔はこう変数名とか、短いのよくつけてたじゃないですか。なんか略語とかつけてるやつを。はいはいはい、最近はこう、略さない方がいいって長いなってるじゃないですか。こう完全に書いた方がいいって言われてたりするので、それってでも、なんというか、ID とか ID に他の機能があるっていう前提でやってると思うんですけど、ID にバグが発生するっていうのは、そういう保管とかでミスが起きるのを考えなさいっていうのを言ってるような、ものかなと思うので、まあ、ID で複雑なことをやりすぎるのが良くないと思うんですけど、ある程度もう、このぐらいコードが書く人がいるって人口になったら、もうちょっと、ID とか ID に求めちゃっていいのかなと思うんですけど、プログラミング言語全体自体。まあ、なんかコード教育とか任せられますよね、普通に。ああ、任せられる。なんかルール書いて配布してみたいなんで、ID に設定すれば、はい。大体できるんで、まあ、そういうのはいいと思いますけどね。Ruby とかもブロックで、ビギンエンドでできるじゃないですか、あのブレースじゃなくて。はい。ああいうのも、エディターが、方法とか打った時に、スニペットとかで保管してくれるっていう、そういう前提で書かせてもいいのかなと。あれですよね、ドゥエンドっすよね。ドゥエンドも、私、ビギンエンドもあります。ビギンエンドは、あれですよね。レスキューですね。はい、てかまあ、保管はあるんですよ。別に Ruby でもあるんですよ。デフォルトで Emax の保管入ってますよね。あるんで、使おうと思えばまあ使える。なんか Ruby で僕が ID を使わない理由って、なんだろう、いらないんですよね。やっぱ必要ないんですよ。
全部ターミナルでコマンド打ってた方が早いし、そっちの方がミス起きないんで、うん、もう理由としてはそれしかないんですよね。そうです、ね。別に食わず嫌いしてるわけじゃなくて、単純にも効率的に考えて使わない方が早いんで、まあそれはでもまあ、あれなのか慣れちゃったっていうのもあるかもしれないですけどね。いや、なんかでも、ちょっと思うのは、なんか、リンターとか、フォーマッターとかをすごい使うのを進めるじゃないですか、今って。その、GitHub 上で、リフが起きにくいようにかどうかわかんないですけど。でも、その辺って、実はその、エディターとか ID 側が干渉すればいいんじゃないかなっていう気持ちはありますけど、無駄な改行とかを勝手に除いて、その、みんなに見せてあげればいいんじゃないかなっていう気持ち。あと、なんていうか、その、コンストとか、まあ、その、なんていうか、就職誌みたいなのあるじゃないですか。はい、ああいうのも別に、プレーンテキストとして、レビューする人とかが、そのまま読めなくてもよくて、青になってたら、コンストで、なんていうか、コントロール C とも良くないですけど、なんか、普通にショートカットキーで、就職でしてあげれば、就職されるようにすればいいんじゃないかって思います。ああ、それは ID の機能としてそういうのがあっていいんじゃないかってことですね。中では今、複雑にプレーンテキストで表現されてるんですけど、はいはいはい、まあ、直でプレーンテキストを編集しない前提でプログラミング言語とかって書けるようになってっても、もうそろそろいいんじゃないかなと思うんですけど、ね、ありそうってだけどね、あるんじゃない？まあ、まあ、ID の中でやってるのとかって方そうですよね。結構なんですかね。GUI を作る系の ID とかだと、その辺のロジックとかも、なんていうか、コード書かないでほぼ作れたりしますので、これやったら、このイベントが、につながるみたいな、まあ、それこそ、あれに近い部分ありますけどね、何でしたっけ。なんか API ゲートウェイとかで、なんか、ラムダと繋いでるみたいなのに似てるの。Xcodeとかそういうのもそういうのできますよ。そうですね。PHR だけ。Android も多分できる。と思うね。そういうのあると思うんですよ。UI 系はもう割と、そういうのはありそうな気がしますけどね。うん、ID っていうかもう全部それで作れちゃうみたいな。だからそれで HTML 入ってくれてとか、そういうのはなんかある気がするかな。うん、なんかこう、そうなんですね。なんか編集センスが修飾されてたりするのとかも別に文字で見える必要はなくて、色とかで見えるようにして、エディターで勝手に修飾しちゃったりとか、変数名とかも長いと困るときは別に長く書かれてても、エディターで勝手に短くするとか、短くして見せちゃうとか。人から見えるのは短くったり色がついてるけど、実際裏側は本当にちゃんとコードとして書かれてるってことですね。そうですね。この変数と一致してるから大丈夫みたいな。なるほど。した方が、多分、いいんだろうなと思うんですけどね。なるほど。一回中間言語みたいなの挟んで、ユーザーから見たらすごい簡単な、シンプルな、記法で書けるみたいな。そうですね。うん、で、なんか、最近もうそのマークダウンとか、そのアスキードックとか、そういうのが出てきてる関係もあって、何ですかね。フロントエンドでどうプレゼンテーションしてほしいかっていうのも、うん、その外部に持てるようになってるじゃないですか。うん、だから、GitHub とか、で、その、何ですか、省略された形で見せるとかも、もう簡単にできる時代なので、そういう風になっていってもいいんじゃないかなって思いがします。そういう JavaScript があれば、そういう見方ができるようになれば、レビューも楽だし。それはもうあれですか、極論人がコードを書かなくてもいいって話ですよね。あ、まあ、プレーンテキストでコードを書かなくていいっていうことで、なんかもっと別の表現をする。UI とか、声とか。ジェスチャーでこうやるってことですよね。え、いや、まあ、そうとは言ってないですね。まあまあ、コードを書かなくていいっていうね。テキストを書かなくていいってことですよね。うん。まあ、テキストを書いても、完全に、すべて自分が入力したテキストで表現しようと思わなくてもいいっていう。なるほど。必要最低限のことだけ書いておけばいいってことですね。そうですね。なるほど。なんか多分、キーボードの操作とかも大して変わんないと思うんですよね。まあ、わかんないですけど。なるほどね。まあ、コードジェネレートの、もう一個進化した版みたいな感じですよね。あ、そうですね。なるほど。スワッカーの話とか出てきましたけど、スワッカーってどうですか？
使ったことあると思う。使ってますね。使ってる？では言いますけど、どうですか？使いこなしてる感はないです。なんか、まあ僕がその使いこなしてないっていうのもあるんですけど、書くのはすごい辛い、大変ですけど、なんかまあコードジェネレーターとかで生成されて、使えるし、うん、なんかドキュメントも一緒に作れるっていうので、まあ便利な面もあるなと思います。うんうん、なんかスワッガーって、まあ、当時出た時は、なんだっけ。なんかバージョンとかもあって、はじめ YAML？ なんか JSON でもいいんですよ、あれ。ああ、どっちでも今書く、うん。で、まあ、だいたいこうモデル作ったりとかするじゃないですか。はい、コントローラー作ったりとか。で、まあドキュメントさんを作れるって話。で、まあ便利っちゃ便利かなって気がするんですけど、僕も使ったことあるんですけど、やっぱりその嫌だったのは、そのブラックボックスすぎて嫌だったんですよ。作ってる部分が。ああ、はいはい。で、作ったコードを見てみると、一番初めにだいたいコメントで Do Not Edit って書いてあるんですよ。いじるなと。はいはい。ね、自動設定してる部分だから。はい、まあ確かにわかるんですけど、なんかいじりたくなっちゃう。うん、それでもテンプレートかいじらなきゃダメですよね。そうすると、その、あのもう、ジェネレーター側をいじったりとかしなきゃいけなくなっちゃったりするんで、はい、自分はこうしたいんだけど、でもそういう風に生成されちゃうから、もう、泣く泣く使うみたいな感じになるんで、あんまやっぱそれも好きじゃなかったんですよ。うん、で、なんか、ジェネレート系って、ジェネレートされたコードを結局見るケースって結構多いなと思ってて、そうですね。それを見るってことは、結局そのジェネレーターが何をしているかっていうのを理解しなきゃいけないわけじゃないですか。はい、はい。多少なりと、はい。そこで学習コストが発生すると、結局、自分で一から書いてるのと、そんなに変わらない気がする。それは、実は。おっしゃる通りだと思います。だから、あんまり好きになれなかった。まあもちろん書く量自体は減るんで、勉強する時間が増えるだけなんで。いや、結構いろいろ問題あると思います。確かに、その一個挟んでるので、なんか二つの技法を覚えなきゃいけないですか。生成されてるコードの言語も覚えなきゃいけないし、スワガ特有の構文とか覚えなきゃいけない。僕は、個人的にスワッガーは、どういう位置づけで使うのが一番いいのかなっていうのは、もうドキュメント用で使う。以上。そこからコードは生成させない方がいいんじゃないかなって気はしてますね。いや、そうそうそうです。大丈夫ですか？多分、コードからスワッガーを生成するのがいいですね。うん。いいです、いいです。大丈夫です、大丈夫です。コードからスワッガーのその定義ファイルを作って、まあ、そこからドキュメント作ると。そうですね。で、まあ、その定義ファイルができているので、自分の言語のクライアント作りたい人は、勝手に作られてるっていうのが、本当は理想なんじゃないかな。なるほどね。なるほど。まあ、クライアント作れるっていうのも大きいか。クライアント作れるのは大きいと思う。なるほど。なんかもう、最近、世の中、思って、そういうの多くなってるじゃないですか。なんていうか、中間言語に一回落としてから、いろんなものに、なんか、いろんなクライアント生成したりとか、するっていうのが増えてると思うんですけど、そういう意味で、OpenAPI 便利だなと思う。なるほど。たまにバージョン変わるじゃないですかね。バージョンっていうか、そうですね。全然できること変わります、ね。2.0 と 3.0 で。互換性内容とかたまにあるんでね。はい。どうなんだろうな。まあ、チームビルディングとかね、組織系だと、多分スワッガー的なの使った方がね、見やすくなるから、まあ、いいと思うんですよね。だから個人でそこまでやるかって言っても、個人では使ったことないですからね。うん。めんどくさいんですよ、だったら。あれから書くのが。ヤムルから書くのが。ああ。どうなんだろう。あの、リアクトとか、話、気合変わっちゃいますけど、リアクトとか、そのリアクトネイティブとか、あと Swift UI とか、はい、最近の言語も割とそういう定義系じゃないですか。だから時代の流れとしては合ってると思うんですけどね。データドリブンというか、あのモデルドリブンみたいなやつとか、定義ドリブンみたいなやつっていうのは、流れとしては完全にそっちの流れなんですけどね。あんま好きじゃない。ああ、そうなんだ。でも、なんか、なんですかね、ドキュメントドリブンとかそういうのよりも、
モデルドリブンが一番理にかなってる気がしますね。うんうん、なんかデータ決めないとインターフェース決められないです。いろんなインターフェース決めて、それから実装って流れが一番効率いいのかなと思う。まあ、効率もいいし、多分、うん、やりたいこととしてはそっちが本筋なんでいいとは思うんですけどね。そうです。うん、なんだろうな。なんか一からスクラッチで書きたい人的にはなんかこう、ちょっと物足りないみたいな。スクラッチ、自分一人でスクラッチで書くときってどう書き始めますか？いやもうとりあえずまずは自分は動くのから作っちゃう。もうあんまり何も気にしないで、まずは動くの全部作って、全体でこういうものができるとか、動くっていうのを自分でこう、作って確認した上で、リファクタしたり、テスト書いたりっていうのをやる感じかな。やっぱそうです、ね。いきなりテスト書くっていうのは僕は絶対やらないですよ。あんまテスト好きじゃないです。そうです。リファクタリング必要になった時にそこの部分だけ書くみたいな感じになりますね。うん、なんかまあ、コーディングの流れとして、まあ王道なのは、普通に書いてテスト書いてリファクターするみたいなのがあるじゃないですか。はい。でもやっぱり実際にこうコーディングしてると、もう全部一緒に書いちゃうんですよね、大体。コーディングしててリファクターも一緒にやっちゃうし、気になるとこはテスト一緒に書いちゃうし、みたいな。ああ。だから、あんまりこう、なんだろう、フローになっ、ウォーターフローみたいな。はい。流れにはもう完全に完璧にそれ沿うようにはなってなくて、大体もう一緒にやっちゃう。うん、感じが自分は多いですね。ああ、うん。部品作ったら部品ごとにテストするみたいな。そうですね、はい。うん、はい。なるんだ。っていうのに慣れちゃった感じはしますけどね。ああ。でも人によってはテストから書く人もいるんじゃないですか、自分でやるのにも。まあ、どういう結果が欲しいかみたいなのが重要ですからね。うん、テスト書くの好きな人っているじゃないですか。ああ、そうですね。そういう人はもう多分完全にテストドリブンでやっていく感じはしますけどね。うん。前のこともまあ、別に否定はしないですけど、なんかテストあんまり書かなくてよくように、良いようにするっていうのが一番楽しいですけどね、うん。テストはね、プロダクトではないんでね。そうですね。難しいですよね、テストは。まあ、書かなきゃダメなんだけど、じゃあ書いたからといってバグが出なくなるかっていうとそうでもないと。そうですね。しかも、コード的には、まあプロダクトで使われるコードじゃなくておまけみたいなもんだからなくてもいいと。でも書かなきゃダメみたいな。そうですね。それ辛いですよね。どこまで書けばいいかわからないし、うん、書いたから効果ありますとも言いにくいしですし、ね、うん、リファクタリングもそうですけどね。リファクタリングしたことによって、どれだけ開発工数が上がったかなんて、示せないですよね。そうなんですよ。それが辛いんですよ。なんか最近ちょっとあったのは、コードあるんですけど、テストが全くないプロジェクトがあって、それのテストを書いたんですよ。はい、で、90% ぐらいまでカバレッジ増やしたんですけど、テストを通すためにめちゃくちゃコードを書き直したんですよ。はい、で、Go だったんですけど、Go って、テストを書くときのテクニックの一つとして、インターフェースを切り出すっていうのがあるんですよ。はい、あるストラクトがあって、それをストラクトを使っている別のストラクトがありますよってときに、それをインターフェースに切り出して、もともと、A っていうストラクトを使ってた B の、使うのをストラクトじゃなくてインターフェースにすると、切り出したインターフェースにするっていうのがあるんですよ。そうすると、そのインターフェースにしておくことで、ちょっとややこしいですけど、A っていうストラクトの A のモックを作って B に割り当てることができるんですよ。はいはい、パッチやつ。そうですね。そうすると、テストすごいしやすいんですよ。はい、テストするときは A のストラクトじゃなくて、A モックっていうストラクトを B のその、フィールドとして持ってるところに割り当てればいいんで、テストとしてはモックスをかけるって技があって、それをしたいがためにインターフェースをめっちゃ書いたんですよ。はいはいはい。で、それで思ったのはさっきも言ったんですけど、テストをただ書きたいために、プロダクトのコードをめちゃくちゃ変えたんですよ。で、もちろん、まあテストとしては、0だったのが90まで行ったんで、まあ、なんだ、良かったな、それで良かったの良かったんですけど、個人的にはそれよりもプロダクトのコードを書き直しまくったのがちょっと怖かった。そう、まあそうですよね。いかにテストを書いててもすごい怖かったですね、それは。そう、だって、そうですね。元のコードのまま動いてるかどうかって確認する術がないんですから、ね、そうそう、
本当に別のコードになってテストを書いてる感じがしたんで、もちろんなんか重要なロジックのとこは書き換えてないですけど、そのメンバーのストラクトだった部分をインターフェースに書き換えたりしてたんで、ちょっとそれは怖かったですね。で、多分特に Go だからそうなんですよ。Go はそういう風にするのが、さっきテクニックって言ったんですけど、一般的なんですよ。はい、で、それを知ってたら、初めからそういう風に書くんですよ。そうですね。もし Go を知ってて、Go のテストを書いたことがある人っていうのは、初めからちゃんと全部インターフェース、要するに mock として、途中でこう、なんか、入れ替えるというか、mock を使うフィールドだとしたら、そこはストラクトで定義しないで、必ずインターフェース切り出すみたいな。ことを多分経験上で絶対やるんですよ、はい。でも、そういうのをやったことがない人っていうのは、インターフェースで切り出さないで、どん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 ストラクトとか使っていっちゃうから、後々テスト書くのが大変になるみたいな。流れが Go にあるっていうのを気づいて、大変でした。難しいですね。まあ、特に、だからさっきも Go はそういう言語なんですよ。ちゃんとそういう風なルールに従わないと、後々大変になりますよっていう。だからさっきも言ったんですけど、Go を書いてると結構厳密、っていうかまあ、言語のルールに縛られて、ちゃんと書かないとテストとかも書けなくなるんで、割とこう厳密な言語なんですけど、Ruby とかは全然そういう機能、そのインターフェース、まあインターフェースそもそもないですけど、ん？あ、ないですけど、なんか例えば、そのクラスのフィールドを持ってたとしても、なんか持ってたとしても、mock みたいな別のオブジェクトを作って、それに完全にすげ替えるとかできるんですよ。ああ、そうですね。なんか、結構、すべての名前空間をいじっていけますもんね。結構めちゃくちゃなことできるんで、そんな気にしなくてガンガン書いても、後からテストを書くっていうのはそんな辛くないんですけど、言語によってはそういう風にかなり辛くなっちゃうのもあるんで、それはちょっと学びでしたね。なるほど。うん。面白いですね。だから、Go をそれで嫌いになりましたけどね、僕は。書いてて、やっぱり。辛すぎた感じがしましたね。ただまあ、ああいうのって、こう、ハマるとすごい気持ちよく書ける言語なんですよ。型にはまって。はいはい。本当にルール通り書くとすっごい綺麗に書けるんで、そういう意味だとまあ、そういうの好きな人は多分めちゃくちゃ達成感のある言語なんだろうなって気がしますけどね。うん、僕みたいにテスト嫌いな人は多分、初めにロジックガーって書いて、後からテストやるんで、そういう人は多分辛い感じになると思いますね。うん。なんか、そうですね。結構あれですかね。その、開発のフロー全体を見て、一旦その開発チーム内で同じ知識を持たないと難しいのかもしれないです。チームビルディングはもう何でもそうだと思いますけどね。なんかそういう時に事前の勉強とかってどうするのがいいんですかね。なんか結構、なんていうか、最近すごい教育が必要だなって思うこと多くて、うん、みんなで同じ知識を持って、例えば、その、スクラムってあるじゃないですか。スクラムだったらスクラムガイド一回見て、なんか見てるって前提で、うん、その、なんか、チーム会とかやると、すごい楽だと思うんですけど、うん、なんかその、開発とかに関しては全部それが言えるなと思っていて、そういうスクラムガイド的なので自分で作ろうと思うとすごいしんどいじゃないですか。なんで、定型的なこれを学習すれば語言語書けるみたいなのがあって、それをやればいいとは思うんですけど。いやー、でも難しい。難しい気がするけどね。そうですね。まあ学習、もちろんした方がいいんで決まってるのは決まってるけど、いざ現場になるとさ、割ともう経験するしかないかなって気もするんだよね。揉まれるしかない。そうですね、もちろん、その、字の、こうね、もともとプログラミング結構やってましたとか、そのスクラムやったことありますみたいな方が、まあ、とっかかりとしては多分入りやすいと思うんですよ。言葉を例えば説明してる言葉がわかるとか、はい、何言ってるかよくわかるっていうのはあると思うんですけど、実際いざ現場でやったら、もうそこのルールに従って、というか、そこの流れがあるんで、うん、そうなるともう、やるしかないかなって感じはするけどな。まあそうですね。なんか一番早いのかもしれないですね。どうだろう。ないです。でも、そう、やっぱ、なんていうか、転ばぬ先の杖の、転ぶコストが高いか、杖のコストが高いかっていう、ちょうどいいバランスを見つけてやるのがいいんでしょうね。
そうね。多分インターフェースを先に作っておかなきゃいけないみたいなのは、多分、もっといた方がいいんでしょう、はいはいはい、プログラミング的には多分そうだろうね。そうです。達人プログラムも確かなんか、インターフェースを切り出して素結合にしといた方が、その、下の人に、下請けの人がに開発いらせるとき楽ですよ、みたいな話もなんかあったんで、まあそういう意味でもそういうふうな進め方はありだとは思いますけどね。そうですね。そうですね。やっぱこう、集団で開発するときって、素結合な部分に分けて、分担して開発しないと絶対うまくいかないですか、ね、いかないと思います。はい、でも素結合に分けるところがめちゃくちゃセンスが、いるなと、ね。結局、その、パフォーマンス面とかが後で問題になってきて、素結合だったところを変えなきゃいけなかったりもするじゃないですか。そういうのってやっぱ経験すごい持ってる人が最初に設計したかどうかによってすごい変わってくるんで。いや、ほんとそれ。なんか難しいなと思いますね。結局、やっぱ全ての知識を持ってることが求められるんですけど、そんな人がいないので。まあね、みんなレベル100だったら一番ハッピーなんだから、まあそうはいかないからね。そうですね。それが面白いですね。まあでも、自分だったらそういう時って、ある程度こう、分けられる部分。例えば、システム的に、非同期とかにして、間にその、なんだ、ワーカーとか、ああいうシステムの形にすれば、その、受け口からワーカーに対してデータをこういうの渡しますんで、ワーカーはこのデータを受け取って、ここをこういう風に動かしてくださいとか。っていうのは多分そんな難しくないし、素結合になるから。そうですね。なんかそういうのそういう風に開発させるっていうのはなんとなく思いつくかな。うん、割と、だから、うんと。完全には無理かもしれないけど、なんかこう進める時のと、なんだろう、とっかかりとして、こういう風にすれば素結合になって、開発をお互いあんまり干渉せずいけるんで、まずこれでいきましょうと。で、その上で、例えば、なんだ、モデルとか、ああいうの共有するの出てくるから、じゃあそしたら、じゃあこのモデルはこっち書きますよとか、で書いたら渡しますね、みたいな。うん、でもそういう風に進めていく感じだ、のがいいのかなって気がするけどね。うんうん、完全に素結合にするのは多分難しいと思うけどね。難しいですよね。まあ、なんか、結局その、なんていうか、その、コンピューティングリソース的なコスト的に難しくなることは多いですよね。その、キャッシュ持ちたい、持ちたいとかもあったり。やっぱり結局なんかよく言われるみたいに、とりあえず動くものを作って、なんか重くなりすぎるとか、うん、なんかそういうのが起きた時に、その時に初めて最適化していくみたいな感じの作り方するのが確実なんでしょうね。うん、あとはまあなんか最近だと API、REST の API とかだったら、なんだっけ、なんつうんだっけ、マイクロサービスとかね。ああ、そうですね。ああいう概念もあるんで、その、例えばじゃあここでサービス切って、こっちのサービスはこういう HTTP 作りますよ、こっちのサービスはこういう HTTP 作りますよ、で、お互い通信するときはこの HTTP 使いましょうねってやれば、約束上は HTTP だけで済むんで、あとは全部別々のシステムにはなるから、うん、そこで素結合にするとかは、まあ、割と最近やってるんじゃないかな、テクニックとして。うん。マイクロサービスですね。まあ、多分難しいのは一つの本当に、一個のシステムとかサービスで、その中で MVC とかがあって、じゃあモデル、僕はこれ作りますよ、私はこれ作りますよとか、うん、まあ、そういうのはちょっと大変そうなイメージあるかな。うんうん、まあ、結局マイクロサービスもなんか、なんていうか、今までのウェブアプリケーション作るのも、結局やってることはなんか一緒な気はしますよね。うんうん。まあ、捉え方とか、その、使い方のテクニックの一つかなって気がするけどね。そうですね。うん。なんか技術が特段、すごい技術になったとか、そういう話ではないと思うけどね。うん。まあ、コンテナとかそういう話をしたらちょっと別かもしれない、ね。でも実行環境が分離もできてるので、さらに分けやすくなってるみたいなのがあるのかなと思うんですけど。ただなんか、結局、なんていうかさらなる効率化をしようと思った時に、まあマイクロサービスの場合はなんか、単純に物を、横に広げられるようなアーキテクチャにするのが多分ベストプラクティスなんでしょうけど、うん、結局なんかこう、マイクロに分けてたサービスをくっつけて効率化しなきゃいけないみたいな話って、将来的には出てくるのかなと思ってて、その時になんか実行環境とか、なんかこう言語とかが違うのが結構
嫌になってくるんじゃないかなっていう気はしてますけど、ね。まあ、自由度が高すぎるがゆえに、いろんな技術が積み重なって複雑になるっていうのは、あると。そうですね。で、なんか、結局なんか物って、物リスクの方が効率的にはなるじゃないですか。その作る効率は下がりますけど、うん、機械に対しての効率が高くなることの方が多いと思うので、はい、機械に対しての効率を高くしたいってなった時に、高コストにはなるんだろうなっていう。うん、まあ、単純に、例えばある一つのトランザクションみたいなのがあって、その間に、三つぐらいこう処理があったとして、その三つの処理を一個のモノシックのアプリの中でやるのと、さっきみたいに HTTP に全部分けてやるんだったら、HTTP の分、レイテンシーがかかるとか考えると、一個のアプリケーションの方が簡単だし、コンピュータリソースも使わないよね。そのはずですね。そこ難しいよね。ただまあなんか、やっぱベストプラクティス的には、その、スケールアウトできるようなものの作りにして、お金かけて、コンピューティングリソースはどんどん安くなるのでお金かけて広げてくださいって。多分。いやでもさ、例えばだけど、ものすごいその、レイテンシーの低さを求められるようなサービスってあるわけじゃないですか。はいはいはい、例えばその人命に関わるようなサービスとかって、1秒とかはもう致命的なわけですよ、はい。0.00 とかで返さなきゃいけないわけじゃないですか。その人間のインプットに対したりとか、センサーのインプットに対して、機械がこう反応するみたいな時に。って時に HTTP 何個も挟むって非現実的じゃないですか、どう考えても。そうですね。って考えるとやっぱり、その、いわゆるバイナリー1個で動いて、そこの全部、マシンリソースで完結するとか、っていう風にしないとダメなのもあるんで、そこは、その要するにコンピューターリソースをいかに上げても、ネットワークのスピードに依存しちゃうとダメな気がするんですよね。そうですね。だから、そのお金をかけて全部解決するってわけじゃないかな。そういう場合はやっぱり、いわゆるローカルで全部解決するみたいな、仕組みにしないとダメな気がしますね。そうですね。なんかまあ、いろんな解決策が出てくるんでしょうけどね。なんかメモリー、なんか、なんでしたっけ、なんか DMA 的なあの、そのマイクロサービスでするみたいなとかも出てきはするんでしょうね。メモリー共有しないといけないサービス群ですよみたいなのを作ればできるとか。まあ、まあ、できるとは思うけど、どうだろうな。個人的にはやっぱ一番ネットワークがネックな気はするけどね。ああ。ネットワークサービスの時にいかに高速にネットワークを実現するかで、軽量なプロトコル使うとか、ああ、そうですね。っていう話の進化をするとすごい便利になるかなって気がするけどね。そうですね。でも結局その、なんか、法律的なフォーマットにシリアライズしても、エンコードとデコードするわけじゃないですか。うん、それがやっぱなんか、無駄だなとは思いますけど、一回メモに書いてっていうのは無駄なので、なんかもう、まあ、そういうのは別にいいんですかね。オンメモリーは別にそんなダメじゃないと思うけどね。ああディスク吐き出しとか、例えば別のデータストレージに書き出すとか、まあ、それはちょっとよろしくないとは思うけど、全部オンメモリーだったら、そうですね。確かにメモリーの中で共有させて、なんですか、の中に書き込んで、同じメモリを読める実行環境で動作させれば、うん、そんなこそわかんないのかもしれないですね。うん、まあ、それはそんな難しくないから、そういうのができるんだったらそれでいいと思うけどね。そうですね。でも本当にメモリに載せたままにしたいですね。なるほど。そうそう。だからそれこそ、お金かければメモリ今増やせる時代なんで、はい、オンメモリでずっと起動させっぱなしっていうのは、割とこう、現実的な気はしますけどね。そうですね。確かに。うんなんですよね、多分。その、ものすごいリスクなアプリケーションが出てこないのって、うん、並列プログラミングが、なんというか、あんまり書けるようになってる人が多くないというか、書ける言語が少ないというのが多いんでしょうね。だからなんか1コアで、を最大限に使いこなせれば、いいという発想でアプリケーションを作って、1コア、なんですかね、1コア1サーバーにして、バーって並べた方が単純に作りやすいっていうのがあるのかなって、うん。作りやすいし、スケールもそっちの方がするよね。そうですね。あとデバッグもしやすいですからね。並列プログラミングのデバッグとかも大変ですもんね、うん。やっぱスレッドはでも僕は便利かなと思ってて、使っていいケースって割とあると思ってて、そのシステム、なんだろう、単位が大事かなと思ってて、
その一つのプロセスの中でスレッドを使うときに、他のプロセスに影響を与えないとかだったら、全然そこでもうスレッド全部完結して並列させた方が早いのは早いんで、いいんですよ、はい。でも、例えば外部に影響を与えるような場合にスレッドにしちゃって、あるスレッドが終わんないと、なんか他に外部で影響を与えちゃうと遅くなるとか、っていうのは、多分スレッドにしちゃうとダメなんで、そこはもう閉じて、じゃあ1、1コアで全部動かして、スレッド分作ってた分をマシンにしましょうっていう方が、絶対に、うん。うん。まあ、スレッドプログラミングは、あとはデッドロックとか発生しちゃったりする可能性が、まあ、なきにしもあらず。はい。だから、まあ、さっき言ったみたいに考えるのがちょっと複雑になるじゃないですか。そうですね。だから、まあ、めんどくさいんですかね。めんどくさいです。めんどくさいでしょう、ね。僕は嫌いじゃないですけどね。便利なんで。だからテストとかってすごい大変じゃないですか。大変。デスクロックしないことかな。メモリー共有したりとかするし。なんていうか。スレッド使うと、そのスレッドが全部終わるまで次のテストいけないとかって全然あるんで、はい、まあ、そういうのは、まあ、まあ、書くのめんどくさくなりますけど。まあ、使う場面によっては全然便利になるんで、使っていいと思いますけどね。あんま見ないですけどね、最近でも確かに。かスレッドにするんだったら、もう完全にプロセスで分離して、ワーカーみたいなので任しちゃうみたいなケースの方が、うん、そのさっき言ったみたいにマシンリソースお金かければ増えるんで、そうですね。いいんじゃないって感じはしますけどね。なんかこう、なんですかね、クラウドが流行った理由の一つに結構それ上げてるって人もいるので、うん、それの説を出してる人もいますね。うん、その一つの、なんですかね、大きいサーバー買っても、全コアを使いこなせるようなアプリケーションかけないので、はいはいはい、仮想マシンとして、分けて。なるほど。まあでもそれ言い出したら今の時代もどう考えてもコンテナですけどね。コンテナこそ、それ以上に節約できて、かつプロセス管理できる最高のツールだと思いますけどね。うん、難しいですね。コンテナとなんかこう VM の違いが結局、開発としてはどこだったんだっていうのは結構難しいなと。意外と最近はその、シンギュラリティ的なのもあって、どんどん VM が簡単に作れるっていうのもあって、あんまりコンテナと差別が、なるほど、用途としての差別、さっき言ったみたいに、そのプロセスを単純に増やすだけだったら、もう VM でもコンテナでも、あんまり変わらない。そうですよね。うん。感じもするから、VM に慣れてる人はもう VM ポンポン作っちゃうのも、全然いいと思うんですよ。うん。でも、個人的には、その、僕個人としては、やっぱ VM ポンポン立てるってそんなできないんですよ。そうですね。だからコンテナって感じですね。わかりますね。なんか、結局、本当にやりたいこととしては、ベーグラントでやってたことと一緒なんじゃないかなって思うことは結構あるんですね。ベーグラントボックスがあってって言って。でも、なんでみんなコンテナの方がいいと思うかって言って、やっぱ軽いからなのかなって気がしますよね。なんか弱いネットワーク環境で、弱い PC の上でも、そこそこいろんなものを動かして開発できるっていうのが、やっぱり仮想マシンと比べて良いので、結局なんかでもプロダクションで動かすことを考えたら、コンテナの方が VM より良いかって言われると、動かした段階で見たら別にそんなに差はないんですよね。本当の実際のプロダクションだったら多分場合にもよりますけど、多分用途の違いはあるんで、この時はコンテナの方がいいし、この時は VM 使った方がいいっていうのは絶対あるんで、そこの使い分けがちゃんとできてればどっちでもいいと思いますよ。そうですね。うん。ただまあ、やっぱ入れ替えやすい、コンテナの方が入れ替えやすいので、改めて VM を作ったアプリケーションをデプロイしていこうっていうのは、うん、今は考え、フラットに考えると、絶対コンテナ使えます。僕はもうもちろんコンテナしか使わないですけど、その VM のいいところって、例えば SSH とかをして、コマンドで、シェルでコマンドが打てて、トラブルシューティングできるとかっていうのもあるんですよ。ああ、そうですね。生のデータを直接触ったりとかもできるし、確かに。例えばサーバーに入って直接そこで直しちゃうっていうのも簡単にできるんですよ、VM って。でもコンテナって、基本的には、もう死んじゃったら死んじゃうし、なくなっちゃうし、別のコンテナになるし、コンテナの中に入って何かするっていうのは、まあ基本できないんですよ。コマンドが揃ってなかったりするんで。まあ、作り直せっていう感じです、ね。で、コンテナの場合、じゃあどうするのかっていうと、例えばログとか、必要なログとかデータっていうのは、基本的に外出しするんですよ、全部。そうですね。クラウドにその残したりとか、
外部のストレージに残すっていうことをしておかないとトラブルシューティングできないんですよ。なくなっちゃうんで、コンテナが。っていうのを考えると、その VM に慣れてる人からすると、コンテナっていうのはなかなかそういうのがやりづらいっていうのはあると思うんで、慣れるまでは VM 全然使ってるっていうのも全然あると思いますよ。うん。うん、そうですね。結構 VM スタットとか、トップとかそういうの叩けなくて、パフォーマンスのチューニングとかしにくいですしね。うん、どうしてですかね。コンテナはもう基本的にそのなんだろう、CPU のオーバーヘッドとかで、例えばコンテナが死ぬとか、メモリの使いすぎでコンテナが死ぬとかは、そんなに気にしちゃダメなんですよ。もし死んだら新しく作ればいいんで、コンテナっていうのは。そうですね、うん、だからそういうトラブルシューティングっていうのは基本的には、しない、うん。なんかやっぱそういう意味だと、やっぱ、SQL とかはコンテナに載せない方がいいのかもしれないですね。うん、SQL っていうのは、あ、まあ、SQL とか。あ、データベースサーバーってこと。データベースサーバーです。そうですね。ああ、永続的なやつをコンテナにさせるってことか。まあ、データはまあ、もちろん、永続するようにホストマウントするとか、まあ、NFS マウントするとかありますけど、コンテナでプロセスも MySQL 立ち上げるだけだったら僕は全然コンテナでやっちゃいますけどね。あ、そうか。でもチューニングは別に。ちょ、できます。はい。メモリー。サーバーのチューニングとかじゃないですもんね。うん。コンテナに割り当てるメモリーの最大数とかは変えられるんで、まあそういうのでやるっていうのは全然ありですけど。そうか、そうか。どちらかというとなんか、C で作られた生のプロセスとかの方が怖いんですね。メモリーリークしてないかとか、うん、そういうのがあるやつの方がコンテナで作った時に。そうだね、うん。しかも横に並べられるようなものじゃなくて、1個死んだら終わりみたいなやつがいると、コンテナだとしんどいです。うん。1個落ちても他のがいるから大丈夫でしょみたいなやつは、コンテナ向きです。うん。まあそうだね。スケールを前提にしてるってのはあるかもしれない。うん、メモリーリークを しまくってもいいですよ。なんかまあ、コンテナのベストプラクティスみたいなので、アプリケーションはコンテナにして、バックエンド DB はもうがっつり物理でいきましょうみたいなのあるから、そうでしょうね。うん、やっぱり本当に、SPOF みたいなところは、もうガチガチにしましょうみたいな。うん、っていうのは全然ありと思いますね。はい。だいぶ話しましたね。すいません。いや、30分だけだったんですけど、ね。いえいえいえ。あれはなんとなく入れてるだけなんで大丈夫ですよ。あ、はい。はい。いやー、なるほどね。そういう感じ。コードはどうですか？最近書いてるんですか？コード、あんまり書かないですね。でも最近ちょっと、何ですか、12月ぐらいに、がっつり書く時間はあったんですけど、うんうん、なんか、あれはこう、できないなっていう気持ちがすごいです。なんかできないなってのは、やっぱ設計ができないなってのはありますね。うんうん、なんか、そのよくクリーンアーキテクチャとか、いろいろ言われたりしてるやつの、なんかちゃんと意味が分かって、その、なんというか、使えてるかとか。なんか DI コンテナが、どうなのとか、全然わかんない。なんかね、最近はなんか言葉だけ先行して覚えるの難しいの結構ありますからね。そうですね。DI もそうだし、なんかドメイン駆動とかそういうのも出てきて。そうですね。いや、あんま気にしなくていいと思いますよ。自分が書きやすいので書けばいいと思いますよ。まあそうですけど、なんかやっぱ、あれないのって結局その、集団で作るのが必要だから、ここはこの機能だけ入れてみたいなのやるんで。そうなんですよね。その辺をどうやってみんなで作っていくっていうのがすごい難しいなと思って、うん、つつ、まあなんかでも、そういう意味だと、こう職場で書けるのは、そういうところが面白いかもなと思いますけどね。うん、みんなでアドコードあって。いやでも職場のコード見てるとみんなそんなの考えて書いてるとは全く思えないですけどね。そうですね。みんな好き勝手本当に書いてる。まあ、もともと、まあ、うちインフラの世界なので、なんかインフラでちょこっとしたスクリプトを書くっていうところの発想から入ってきてる人が多いので、うん、コード自体をメンテナンスするのとかは、そんなに強く意識ある人って少ないんだと思いますね。いや、少ないと思いますよ。あれも本当に、あれこそちょっとリファクタリングしたいなって感じにさせられる感じのプロダクトですけどね。まあでもそれこそ、なんかテスト書いて丁寧にリファクタリングするより、こそっと作り直すべきなんだろうなと。なるほど、ね。いや、でもなんか、あれ、まあ、その、本当に周りのプロダクトだけですけど、
まあ、いろいろとこう他の人が作ったやつを使わせてもらったりすることって結構あるんで見させてもらうんですけど、まあ、だいたい3人ぐらい登場人物が出てきて、で、その人たちのコード見るんですけど、やっぱりみんな同じことを書くんですよ。そうですね。同じようなことをしてるんですよ。だから、ある一つの関数とか、ある一つのモジュールが変わっちゃうと、全部変えなきゃいけないんですよね。そうなんですよ。うん。それがちょっと心配でしたね。そうですね。うん、そう、共通のロジックとかはあるので、やっぱ運用でルール変わるじゃないですか、運用で。例えば、このバージョンだと、触れちゃいけないので気をつけてくださいね、みたいなった時に、こう、全部のコード見直して変えなきゃいけないのかって思うと、それは無理なので、共通のモジュールを持ったりするっていうのは、まあもう運用のメンバーとかでもやっていく必要あるのかなと。それか、なんか今、若干そういう発想で作ってるんだと思うんですけど、なんかジェンキンスをマイクロサービスとして使ってるような感じじゃないですか。なんか、その言い方が適切かわからないですけど、それも本当に設定するのもありかもしれないですけどね。いやでもうちのメンバーのジェンキンススキルは恐ろしいっすね、あれは。あ、スキル恐ろしいって言うのは、それは高いっていう。怖いですね、あれは。使いすぎちゃってて怖いっすね。そうですね。ちょっと頼りすぎな感じがするんで、やめた方がいいと思いますけど、ね。でもジェンキンスファイルはちょっと否定的ですね。グルビーで書くやつです、ね。あ、そうですね。別に、ジェンキンスファイルで定義できる内容とかに、まあ不満がないって言ったら嘘ですけど、なんかそのうち全部書けるようになるんだろうなと思ってはいるんですけど。なんか結局その、どのジェンキンスファイル読み込ますかは、ジェンキンスの UI で設定しなきゃいけないじゃないですか。なんか、そこの部分が。まあでも一応 Git で管理して、Git から持ってきたりできるんで。そう、ジョブごとにですよね。あ、そうそうそう。まあそれ、そのなんかジェンキンス全体の設定として管理したいっていう気持ちが。すごいありますね。ジェンキンスのそのシステム管理ってでも XML とかなんかできませんでしたっけ？あ、そうなんですか。なんか設定ファイルは XML であった気がしますけど、プラグインとか結局落としてくるのは、普通の Java ファイルとか持ってくるんで、それはちょっと管理するの大変かなと思いますけど。あと確か、なんかその辺って読み込むときに再起動がいりますよね。あ、再起動います。そうそう、それが難しいですよね。なんか最近はなんか再起動なしでも動くのも、プラグインとかもありますけど、まあ、基本は再起動なんじゃないかな。いや、僕もジェンキンス5年前ぐらいによう使ってましたけど、全く使わなくなったんですよ。はい。っていうかもういらないとまでなったんで。僕の中で。そうなんですか。ジェンキンスいらないって一択になったんで、もうジェンキンス使わなくなったらまた出てきたちょっとびっくりしましたけどね。そしたら、ちょっとカオスすぎて、すごいなっていう感じでしたね。なんか、基本的に、こう継続的ビルドをするためのツールだったじゃないですか。と思ってるんですけど、多分なんかこう、何ですかね、ジョブスケジューラーとして利用する、うちも結構利用してますし、なんか世間的にもジョブスケジューラーとして利用される機会の方が多いと思うんですけど、なんかジェンキス以外にいいのないんですかね。いやいや、めちゃくちゃいっぱいいますよ。そう、そうですか。うん。僕は昔、ちょっと大体で使おうと思ってたのが、なんか空論、なんだっけ、空論の、分散空論みたいなやつが D 空論だったかな確か。ディストリビューティッド空論みたいな仕組みがあって、空論って一つのこうマシンでずっと実行するじゃないですか。それをクラスター化して、スケジューリングが空いてるとこに空論実行させるっていうような仕組みがあるやつがあって、まあそれ使おうかなと思ってたんですけど、まあそういうの使ったりしましたね。まあジェンキンスでとこのなんかスレーブみたいな感じですよ。そう。うん。そうですね。分散されててほしいっていうのもありますし、あとなんか、なんかこう、やっぱパイプライン的なのはやっぱ必要なのかなと思うんですけど、なんかその中にこう人間とかが入ってきて、うまくできるみたいなのがあると嬉しいなと。いや、僕はパイプラインこそいらないなって感じですけどね、ジェンキンス。あ、ジェンキンスのパイプラインがいるかどうかわかんないですけど、なんかこう、承認苦労とかがめんどくさいっていうのがあります。こう MR を送って、で、まあ、いいよって言われて、じゃあデプロイしますかって時に、やっぱそのレビュー環境とかを、なんていうか、責任者が見て、いいねって言って、デプロイってやったら、じゃあなんかデプロイしていい時間に他の、なんていうかリリースと競合せずにリリースされるみたいなところを勝手にやってほしいんですよ、ね。勝手にやらないと、むしろ安全じゃないかなと思ってるんですけど、分散ロックとかして、
なんかそれが、できる。うん、でも電気数でできると思いますけどね。ああ。それは全然。電気数にやらせる必要があるかどうかちょっとわかんないですけど。なんかでも、なんですかね、Ruby のスクリプト書かなきゃいけなかったりとか、GitLab だったら GitLab CI の技法が結構ややこしかったり。YAML でしたっけあれ確か。そうですね。GitLab、ん ?YAML です。GitLab CI YAML。ドット YAML ですよね。なんか、いいものないかなと思うんですけどね。まあでも僕は基本的には CI と CD に関しては、CD はちょっと微妙。デプロイ、あ、でもデプロイも、正直その、リポジトリに紐づいてる、その、CI 系のサービスでいいと思いますよ。その、ベッドだからジンキンスを使ったりっていうのじゃなくて、できればその、すでにあるシステムが持ってる CI サービスを使うのがベストだと思います。うん、そうすると何がいいかっていうと、リポジトリ1個でいいじゃないですか。はいはい。コードのリポジトリの中にドットヤムで作るだけじゃないですか。それが割と綺麗かなって最近思ってますね。もしジェンキンスを使おうとしたら、例えばジェンキンスファイルをベッド Git で管理したりとか、その中で動くそのスクリプトをベッドをどっから管理する必要があるわけじゃないですか。そうですね。それがちょっと嫌ですね。嫌ですね。うん、そうですね。まあ、ちょっと理想を言うと、こっちにはこのビジネス的な動きもフローの中に含めたいじゃないですか。うん、なんか、その、なんですかね、顧客に、その、見せるページの更新とか、なるほど、リリースするときに送るメールとか、はいはいはい、なんかそこまでやろうとすると、やっぱなるほど、外部連携みたいなのをしなきゃいけなくて、なんかイフト的なものが欲しくなるんですよ。まあ、それは確かにちょっと CI だけでは厳しい気がしますね。ちょっとでも夢ですね。でも確かに、GitLab CI とかで定義して複雑なことは、外部サービスに簡単にやらせるようなインターフェースを持てばいいだけかもしれないです。うん、まあちょっと夢ですね、それは。まあ確かにね、それで全部一貫でできればね、何もやることないですからね、人間が。うん、でも最近なんかでも営業の人とかでも、GitLab とか使える人増えてきてて、あ、そうなん、面白くありますね。Slack とかもそうですけど、なんか自分でインテグレーションする人とか出てきているので。Slack のボット使ってオペレーションとかします？いや、僕しないです。なんか、なんですかね、別に。否定はしないですけど、CLI の方がいいなと思います。なんか結局やりたいときって、Linux の普通のコマンドと組み合わせて使いたいときとか多いかなと思うので、うん、僕はなんかターミナルの方がいいなって気持ちあります。ただ、まあ、Slack の方が他の人も見れたりするので、別にメリットはあるなと思います。どうですかね。いや、僕も、スラックのボットとジェンキンスは正直イコールだと思ってるんで、使わないに越したことはないと思います。まあ、お遊びかなと思いますね、正直。あれで本当にオペレーション全部やってるっていうのは、多分嘘だと思いますよ。まあでも、なんかこう、今までちゃんとしたみんなで共通のインターフェースを持ってやろうみたいなのって生まれてないじゃないですか。だから、何ですかね、過渡期にあっていいものかなとですね、チャットスポップスとか。もう本当にやることが全部決まってて、定期化するのに、インターフェースとしていいんじゃないかって感じです。そうですね。で、結局その後なんか繋ぎたいとか、なってくるじゃないですか。うん。その時にやっぱ CLI の方がいいねとか、なんかそういう話になってくるので。そっか。オペレーション、まあでもコンテナだからなんかもうコンテナってほとんどオペレーションしないんですよね。勝手にコンテナ上がってきちゃうし、倒れたら。ああ。何もしないんで、プッシュするだけなんですよ、やっぱり。そうですね。あ、まあでもそれは流れができてるからか、デプロイするまでの。まあ。CD ができちゃってるからか。やっぱなんか、物理的なものと関連する、業務がある人は、何かしら、やっぱ、操作はしなきゃいけないから、サーバーを一台管理下に増やすとか。はい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 。なんかありますかね、まあ、IP 対応追加するとか。うん、そういうのはいるのかな。まあ、なんとも言えないけどな。いや、なんか僕がその、個人的に思ってるのは、そのジェンキンスとかの話ですけど、その、便利なんですけど、もちろんジェンキンスって目的があって、例えば、日々の空論のやつをジェンキンスに移すと何がいいかっていうと、履歴として全部残るんですよ。そうですね。あとから UI で見れるとかあって便利なんですけど、いろんなことをそのジェンキンスに頼んだりできるじゃないですか、なんでも。はい。そうすると、もうジェンキンスがいなきゃダメになっちゃうし、複雑になるんですよ。いろんなジョブの管理をしなきゃいけなくなるんで。そうですね。
そうすると、そういうツールってやっぱり増やさない方がいいなっていう結論が個人的にあって、もう基本的には、システム、その一つのシステムの中で、完結する一つの、なんだ、VM、もしくは二つぐらいのその VM、その運用用となんかツール用みたいな、二つだけで管理するみたいなシンプルなやっぱり構成が個人的にはすごくいいなと思ってて、無駄なものをこうあんまりつけたくないんですよね。うん。だから本当 CLI がもうあれならもう CLI で終わり。それをラップするジェンキンスとか使わない。うん。CLI は全部 CLI で叩くっていう方が、管理するものが少なくて済むんで、僕は好きですね。なるほど。うん。難しいですね。個人的には CLI が あって、で、その CLI をラップするジェンキンスは僕はちょっと必要で、なんか、それは外部から、チーム外の人が叩くときの権限管理とかログ管理とかとして、UI として使うみたいな感じの方がいいかなと思って考えておりましたけど。確かに。まあ、いろんな考えあります、ね。でも CLI に OS つけることもできるわけじゃないですか。そうですね。Google のコマンドとかそういう機能あるんで。うん。まあ API サーバー提供すれば、それが一番いい気がしますけどね、そういう意味だと。まあ確かにジェンキンスはそのユーザー権限とか機能として持ってるんで。まあでも、なんかこう人のとこのサービスですけど、ラムダと API ゲストウェイ的なものが欲しいですね。あれは、わかりやすいですね。うん、便利ですね。まあ、なんかすごいしょぼいことするんだったら、全然あれでこと足りますから。クラウドファンクションとか、使えます？いや、全然使ったことないです。その、ドキュメントレベルでしか見たことないので。うん、なんか、僕 Google なんですけど、はい、クラウドサービス使ってるのは。勝手にこう連携してくれるんですよ、Google とかは。例えば、料金の、敷地のアラートみたいな設定があって、それ設定するんですよ。そうすると、勝手にスクリプト動いて、それがクラウドファンクションで動いてて、それがその料金の情報をこう引っ張ってきてくれて、超えてたら通知するみたいな仕組みになってて、その、なんつうか、自分で書いてないんだけど、もうサービスとして、自分たちのサービスを使って、そういうのをお客さんに提供するみたいなのがあって、うん、知らず知らずのうちに勝手に使ってましたね。そう。うん、まあ確かにでも、あれをだから自分でやろうとすると、自分でスクリプト書いて、まあサーバーにデプロイして、もちろんクラウドファンクションでもいいですけど、それをもう勝手にやってくれるんで、まあ楽っちゃ楽ですね。うん。そうなんですよね。なんか RPA とまでは言わないですけど、普段の業務ちょっと簡単にしようみたいなのだったら、うん、あのぐらいで十分なんですよね。なんかあれでサービス出そうっていう気には、ならないですけどね。ああ。難しい。ファンクションだけで。あ、そうです。なんかクラウドファンクションだけ、クラウドファンクションって基本的には多分バッチ処理とかなんですよね。多分出すとしても。だからフロントは、まあ、API ゲートウェイとかありますけど、まあそういうので使ったりとか自分で使うんだして、あとはデータをバックエンドに渡して、クラウドファンクションで全部流すとか、うん。それは全然あるじゃないですか。そうですね。うん、適当な監視とか、そういうので扱えそう。ただまあクラウドファンクションは結構デバッグとか大変ですからね。動かない時とかに。大体ああいうのって、初めは手元でテストするんですよ。そうですね。そこの上で開発する人もおるんですね。で、動き始めたらクラウド用にちょっと、なんかまあ、スイッチできるようにしといて、それでデプロイするって感じなんで。うん、動かなかった時にこう、あれなんで動かないんだろうって結局手元でまた動かし直すとかっていうのがあるんで、結構デバッグはめんどくさいかもしれないですね。そんなもんすかね。だいぶ、話しましたね。いや、ジェンキンスの話ね、ちょっと最近使うようになったんでね、ちょっと思うとこあるんですよね。うん。ジェンキンス、よくなんか、勉強会で発表とかもしてましたよね。あ、そうなんですか。あ、僕ですか。あ、僕してました。そうですね。もう、本当になんかそれが5、6年前なんで、もう全然最近は使ってなくて。結構、なんか開発寄りじゃなくて、なんか運用とか文化の話するんだなと思っていた教会は。当時はそうでしたけどね。だ未だに、バージョンアップしてるじゃないですか。頑張ってるじゃないですか、ジェンキンス。多分、川口さん未だに作ってると思うんですけど。クラウドビーズがやってるんですよね、あれ。あ、会社、そういう会社がやってます。うん。すごいなと思いますけどね。でもまあ、なんか普通に社会の人と話しても、よく使われてますね。うん、いや、全然使われてるやつだと思いますよ。当然のように使われてますね。全然いいと思いますよ。う
まあ、だから使いすぎが良くないって話です。確かに。あ、そういう、そうか。そう、ツールの話だと結構いろいろありますね。なんかこう、今話したら、時間的に良くないですけど、うん、なんかアンシブルが結局、なん、いいのかわからないみたいなところも結構あります。僕はアンシブルも卒業したんですよ、実は。卒業ですか。もうやめました、本当に。何使ってるんですか。もうだから、そのプロビジョニングを VM に対してほとんどしないんですよ。ああ、コンテナなんで。で、コンテナ、じゃあ、コンテナホストどうするのかっていうと、コンテナホストを作ってくれるサービスがあるじゃないですか、最近は。はい、だそれを使うんですよ。だから、本当に何もしないんですよ。インフラに関してのプロビジョニングって。うん、だから使わなくなりましたね。うんうん、ほとんど、昔そのジェンキンス、アンシブル、テラフォーム、あとなんだかな、なんか使ってたんですよ。そのインフラを作るために。はいはい、で、その空論とかの設定をするのに、そのジェンキンスファイルで管理してとかやってたんですけど、もうそれ全部なくなりましたね、やっぱり。うん、ただただめんどくさいだけでした。確かに。そうなんですよ。そうなってくんですかね。いや、なんか、ツールに属人化する人がいないとダメみたいなのもあるじゃない。よくジェンキンスだと、ジェンキンスおじさんって言うんですけど、そうですね、ジェンキンスのアイコンのおじさんを管理するおじさんみたいな意味合いで確か付けられたんですけど、はい、すごいそのジョブとか設定が複雑になりすぎて、その人がいないとジェンキンスの管理できないみたいな、うん、になっちゃうのは多分ダメなんですよね。確かに、うん、難しいですね。ちょっと依存しすぎるのはやっぱ良くないですよ、何事もね。うん、まあ、うん、なんですかね、どっかホストを立てるサービスとかできても、それのおじさんもやっぱ出てくるんだろうなと。あー、 Kubernetes は多分ありますよ。 Kubernetes そうですか。でも Kubernetes って最近サービスメッシュもかなりある、あの充実してるというか、もう普通に使えるんで、ユーザーからすると Kubernetes クラスターを使うにあたって他のサービスを意識するって多分ほとんどないんですよ。一つの Kubernetes クラスターの中に何個もサービスが動いてるんですけど、その他の動いてるサービスは気にしないで、あくまでもユーザーは Kubernetes のエンドポイントに対してデプロイするなり、YAML を実行するなりっていうのをやるだけなんで、うん、まあもちろんその Kubernetes のクラスターを管理している人はおじさんになるかもしれないですけど、そうですね、サービスを、その Kubernetes クラスターを使ってるサービスのメンバーからすると、多分そんな複雑なことをしないんで、おじさんは生まれないと思いますよ。うん、ちょっとクバネス自体あまり使ったことがない。肉で叩いて。クバネスは正直使えなくて大丈夫ですよ。サイドカーパターンっていうのがあるんだなぐらいしか知らないです。めちゃくちゃ複雑。まあ、めちゃくちゃでもないですけどね。シンプルなのはやっぱりどっか1台とかのが全然シンプルなんで。はい。っていう話でした。はい。いいですか？くらいにしたいですね。はい。じゃあ以上で。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。